勝つ、ちょっと今日は絶対勝ちますからね、私たちが絶対勝ちます。今日は8人タッグです、勝ちます。仕事バッグ出すの、朝の一言、え、一言元気な一言、え、いやでもそんなに緊張してなかったんですけど、この武道館に着いたら緊張してきたみたい。でも大丈夫、ありがとうございます。いやそんな緊張はしてるけど不安はないです。お願いします。朝の一言、おはようございます。今日の意気込みを聞かせてもらって、勝つぞ。今日の意気込みを、なんだってしないとしないの、してるじゃない。今日気持ち悪い、絶対無駄です。もうすごい緊張してる、すっごい緊張。イエーイ、今日はいい天気ね、うん、晴れたね、今日はね、晴れたね、まるで私たちの気持ちのようだね。そうです。じゃあ、なんか今日は方向地じゃないの、こっちです、こっちだから、こっちだね、はい、はい、じゃあ行ってきます。しゃあ、なんだ、頑張るぞ。もう控え室、ここ、違う、こっちだよ。あれ違う、あっちだよ。いつでも仲良しで、仲良しです、愛し合ってます。どうなんでしょうね、ファンの人変わってるじゃないですか、あの昔と。だから別に自分が息子さんを目標にしてたとか知らない人とか多いんじゃないですか。たまたまパンフレットに書いてあるかもしれないですけど、そんな身近にいる人ほどはみんな知らないと思うので、ね、なんでこの2人がタッグを組むんだろうという人が、ね、いると思うんですよ。なんか昔だったら嬉しいと思ったのかもしれないけど、今は嬉しいというのじゃなくて、なんかやっぱり自分が入って子さんの下について教えてもらったんで、やっぱり自分今まだ完璧じゃないですけど、まあ、前よりは変わってると思うんで、変わったぞっていうのを味方ですけど見せたいっていうのと、あと相手も前兆ですよね。だから町子さんも前兆だったんですけど、まあ、今の前兆は一応3人入っているとして、今の前兆の試合はこうだっていうのを見せたいです。これ似合わないね。今ここに
してました。早く、まだ来ないの。ご飯巻いてますか。大丈夫。プリンどうも。なんか食べちゃったら食べれなくなっちゃう。食べた。イエーイ。なんで来ないの。写真撮ると高いよ。一応今日はやっちゃうよ。みんな作戦練ってるようだな。じゃあうちらは必要ねえな。行くか。はい、高さ行きましょう。高さ行きましょう。控えつかんで寝なきゃ。ちょっとごめん、力さん声からちょっと。
ね。調子悪いよね。足首が緩めるわけないじゃん。最初にこのカードに決まるかどうかっていうことをですね、噂で聞いたんですが、その時はあまりピンとするものがなかったんですが、それからしばらくして正式発表になって、今日この場に来て、こうやって4人並ぶとすごくやっぱり大きなメンバーに、入ったという実感がすごく湧きます。だから、ポッター選手と、力を合わせて武道館の屋根を吹っ飛ばすぐらいのね、キックで、すごい試合をしたいと思います。あともう一つ、提案で私言いたいことがあるんですが、堀田選手を信用してないとかそういう次元の問題じゃなく、JWP から私一人がこのカードに入って、あと堀田選手、アジャス選手、福根堀田選手と3名いますが、ノーセコンド、お互いセコンドを一人もつけないで4人だけで決着をつけたいなという、私の意向です。私ははっきり言ってこのカードによく聞かれるんですけど、不満があるかないかということで、関西選手と同じでピンとくるのははっきり言ってありません。でも唯一私が女子プロレスラーの中で認めてるアジャコング選手が選んだ2人だから、それだけの力があると私はアジャコングを信用してこのカードをやっぱり飲もうと思ってます。今回はそれで試合の方は今までね、去年1年、なんていうのかな、バカを相手にはグタグタなね、そういうチミドロとかそういう因縁とかの試合をしたんで、今回はこの前場で10年間私はやってきて、アジャコング選手は9年間、本当に5回も組んだことない、なんかや3回、これで3回目ぐらいになると思うんですよ。でその中で楽しんでやりたいなっていうか、私は楽しいプロレスを知らないと思うんですよ。でもその中に激しさを入れたいと思う。あと今関西選手はノーセコンドという条件をね、一応こういうのはどうですかという形のことを言ってきたんだと思うけど、私の方も一つ考えがあります。このか今私が言うことを言ってしまったら、私がメキシコでやってるっていうんでずるいというふうになるかもしれないけど、これはずるいことではないと思います。私はどうしてもこの、ね、タッグマッチでも2人からどうしてもホールを取りたい、堀田と関西。それを実現するにはメキシコのルールの中にあるんだけど、2人を取るまでは試合が終わらないということですね。そのルールを私は提案したいと思います。今回そうですね、この間の横浜アリーナで堀田選手に来られまして、
ときにはじゃあ今度が、手を抜いたんじゃないかなどという、発言がありまして、もしそういうことじゃないなら誠意を見せて確保を組めという要請がありまして、今回こういう組む運びとなりまして、で、まあ、負けたからには何も言わずにその相手の、まあ、条件を飲むということで、それはもう受けるしかないというようなことをずっと言ってきて、ただ相手だけはやっぱりその誠意を見せる、も含め、まあ、そういうのもそういういろんなことを含めた上でやっぱり自分が一番納得して戦えるっていうか、今一番に燃えられる相手は、まあ、やっぱり北斗選手とはやっぱり組むより当たるので北斗選手と一番っていうのがあるんですけど、まあ、北斗選手と組むことになってそれ以外でっていうのを考えた場合、やっぱり私は、太田選手、関西選手っていうものが一番適切ではないかなと思いまして、逆指名のような形をさせていただいて、まあ、それが何かうまくこう実現の運びとなったわけで、まあこう決まってやっと一つほっとしたかなっていう感じなんですけども、まあ、決まったからには今度はいかにあのこのメンバーの中でやっぱりみんな一癖も二癖もあるあれなんで、その中でいかに自分が目立ってそしていかに勝つかということを考えていきたいなと思います。で、まあ、でルールの方はいろいろな提案がありますけども、私は、まあ、チャンピオンとして、どんなルールでもどんな条件でも構わないという感じで、決まったことに全てそれを飲みたいなと思いますけれどもアジャが今提案を出さないなら、私はもう一つ提案を出したいですね。もしアジャコング北斗晶組が勝った場合、いつもリングの周りをうろちょろしている邪魔な社長山本代表は二度とうろうろしないようにしてください。これが一番出したい条件ですね。僕はうろうろしたってしてるわけじゃないんで、いつも北斗選手が絡むとこういうふうにこういろいろ言われるんで、北斗選手年内で引退するそうですけど、自分との決着ということも考えていただきたいなと思います。そうやって言い返してくるところがまた腹が立つんですけどね、私からすれば、まあ、スーパーデンジャラス社長になると言ってその誠意も見せてもらってないんで、まだピュアハートジジイかなっていうことでそこで止まってるんで見せていただきたいなと。デンジャラスババアっていうこのね、何でも言い返してくるところがまた腹が立つんですよね。40自覚になってこのピュアハートジジイっていう感じで、まあ、武道館ではね、あちらは関西選手の素晴らしいところも分かってますけど、この口当たり者のね、社長のところもよく分かってるんで、 JWP では2人を敵に回そうというところですね。夏女子プロレス最高潮武道館上王列伝マキシマム、ただいまより開催いたします。全選手入場。第1試合ミッドサマーレスリングアカデミー30分一本勝負、青コーナーより JWP 福岡ひかりコマンドボリショイ野内さよ八木ひろみ、赤コーナーより全日本女子プロレス南鈴鹿渡辺智子チャパリータアサリ浜田理恵、第2試合ミゼットプロレス武道館ミゼット列伝マキシマム、第3試合全女ファイティンググローブ2分5ラウンド、青コーナーより埼玉ジム神風京子、
赤コーナーより全日本女子プロレス前川久美子。第4試合、恐竜と破壊数130分一本勝負。青コーナーより LLPW イーグル沢入りキャロル緑。赤コーナーよりレジー・ベネット全日本女子プロレス伊藤薫。第5試合、ミートアゲイン1994自由なる戦い30分一本勝負。青コーナーより FMW 工藤めぐみ。赤コーナーよりインフェルナルカオル。第6試合 UWA 世界女子タッグ選手権試合60分一本勝負。青コーナーよりチャレンジャーチーム LLPW ハーレー斉藤ジェンヌゆかり。赤コーナーよりチャンピオンチーム全日本女子プロレス三田悦子下田美馬。第7試合ピュアカードディープパニック45分一本勝負。青コーナーより JWP デビル雅美キャンディーオクツ。赤コーナーより全日本女子プロレス井上貴子 JWP キューティー鈴木。第8試合新旧ゼンジョイズム武道館劇場60分一本勝負。青コーナーより全日本女子プロレス長谷川早紀江吉田麻里子。赤コーナーより長代千草全日本女子プロレス山田敏夫。第9試合メジャーリーガーダービーマッチ2オールパシフィック&IWA 女子選手権ダブルタイトルマッチ60分一本勝負。青コーナーより IWA 女子チャンピオン全日本女子プロレス豊田真奈美。赤コーナーよりオールパシフィックチャンピオン全日本女子プロレス井上京子。
第10試合メインイベントデンジャラスクイーンファイナルカウントダウン、四大巨頭プレドームサバイバー時間無制限勝負、青コーナーより JWP ダイナマイト関西全日本女子プロレス堀田由美子。赤コーナーより全日本女子プロレス北斗晶アジャコング、以上全10試合を行います。1年ぶりの武道館真夏の大決戦、どうぞご期待ください。それでは本日メインイベントに登場する4選手から決意の言葉があります。まずは堀田由美子選手。今日は関西と組みますが、気持ちの上で3人を圧倒するようにガンガンいきます。続いてダイナマイト関西選手。今日は全女3人の中で自分らしさ、そして JWB らしさを出していきたいと思います。そして最後の勝利を飾るのはダイナマイト関西です。続いてアジャコング選手。アジャです。今日も明るく楽しく激しくアジャらしく暴りたいと思います。そして北斗晶選手。この日本武道館も、そして暮れの東京ドームも北斗晶のためにあるんだ。以上をもちまして全選手入場式を終了いたします。選手退場。全日本女子プロレスオフィシャルビデオシリーズ武道館女王列伝マキシマム、早速こちらの実況席をご紹介してまいりましょう。今日の解説はトータルライターの菅原誠さんにお越しいただいております。菅原さん、よろしくお願いいたします。はい、不気味な顔をしておりますが、トータルライター菅原誠です。はい、はい、今回武道館女王列伝マキシマム、ね、はい、最高潮最大限、ね、去年やりましたけれどもね、はい、1年前にやりましたけれども、今回はちょっとその慣れが出ると怖いかなと思いますが、逆に考えると自分を全てを出して、各選手頑張ってもらいたいですよね。はい、今日は全10試合が組まれます。そのメインはデンジャラスクリーンファイナルカウントダウンの第2弾といたしまして、北斗とアジャがタッグを組みます。さあ、まもなくゴングが響き渡るでありましょう。ご期待ください。オープニングマッチはミッドサマーレスリングアカデミーと題して行われます。非常に華やかな顔ぶれが揃いました。まずは全日本女子南鈴鹿選手、今日は教える立場ですよね。はい、全員後輩なんで目まぐるしい展開になると思うんですが、しっかりとプレスを教えたいと思います。はい、その中でもね、鈴鹿目立つように頑張ってください。はい、さあ、そして気合の入っている渡辺智子選手、今日の意気込み聞かせてください。気になる相手のチームで気になる選手は福岡選手だけなんで、うん、福岡選手だけに的を絞って戦いたいと思います。はい、頑張ってください。さあ、そしてチャパリータ浅利選手、あのね、スカイツイスタープレスのデビューがね、すごく今でも印象残ってますけど、はい、1年前の武道館で初めてスカイツイスタープレスを披露したんで、今日はさらにあっと驚く技を披露できるように頑張ります。そうですか、はい、期待してます。さあ、そして玉田理恵選手もね、若いですけどぜひ頑張ってください。はい、武道館の記念すべきオープニングマッチを前場の激しい試合で勝負したいと思います。 JWP の選手をドロップキックで吹っ飛ばしたいと思います。はい、飛び回ってください。前場の4選手です。
そして青コーナーは JWP の4選手です。まずは一言ずつ今日の意気込みを聞きたいと思うんですが、今日はアカデミーということで先生役かなと思うんですが、いえそんなことないですみんなで頑張って勝ちたいです、はい、ぜひもぎ取ってください、はい、さあ今日どうですか、オープニングマッチですけれども、JWP の息の良さでかき回していきたいと思います。さあそして若手からもねガンガン言っていただきたいんですが、どうですか野津選手、オールスター戦出れてとても嬉しいです。全力で頑張ります。はい頑張ってます。そして八木選手どうですか、こんなに早く大きな舞台に立てると思わなかったので嬉しいです。ちょっと緊張してますか、はい頑張ってください。 JWP の4選手です。続きまして赤コーナーより全日本女子プロレス南静香、渡辺智子、チャパリータ、アサリ、浜田ディエ組の入場です。本日のオープニングマッチ、ミッドサマーレスリングアカデミー、30分一本勝負を行います。青コーナー JWP130 パンス八木ひろみ、同じく135パンス野内さよ、同じく120パンスコマンドポジション、同じく94年ボディヒートトーナメント優勝140パンス福岡ひかり。赤コーナー全日本女子プロレス125パンス玉田理恵、同じく120パンスチャパリータ朝日、同じく165パンス渡辺智子、同じく160パンス南鈴鹿。レフリーランマーショー、武道館上列伝マキシマム。さあいよいよ第一試合です。ミッドサマーレスリングアカデミー30分一本勝負、前場からは南鈴鹿、渡辺智子、チャパリータ、アサリ、そして玉田理恵、一方 JWP からは福岡光、コマンドボリショイ、野内房代、そして八木ひろみです。そして今日のゲスト解説には山本代表、 JWP の山本代表に来ていただきました、はい、山本さんよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。さあゴンが鳴らないうちから8人が入り乱れます。この8人タッグマッチです。いや早くもですね、連携ですね。そして渡辺、この野郎という大きな声、うん、あ南は外されました。いやもうバトルロイヤルのような雰囲気になってまいりましたが、ねまあ、前女対 JWP の対戦、どんなところがこれは見どころでしょうか。そうですね、これね、今いろいろこうやってますが、ミッドサマーレスリングアカデミーといいましてですね、はい、南静香選手が一人こうベテランがいまして、
その、まあ、前女側はあと3人、はい、で JWP 側は、まあ、福岡選手が一番上ですけれども、はい、若手あと3人、そうですね、4対4、はい、南選手がこう夏季講習というかですね、はい、プロレス講習会夏季講習という意味でミッドサマーレスリングアカデミーというタイトルがついてるんですよね。特別セミナーを開いてしまうということですね。だから南選手がこの若い選手の動きをこう見守っているというか、はい、前陣しろ JWP にしろ、はい、一体ドイツが一番元気があるか、ね、ドイツが目立つかと、その辺が注目されるんじゃないですかね。まあ、身長もプロフィールによりますと173センチ、はい、まあ、これはですね、現役の女子レスラーの中で、まあ、日本人選手の中では、はい、もうナンバー3には入りますよね。そうですね、2番目に背が高い、はい、三田選手が一番高くて、三田が174と言われてますが、はい、そうですね、はい、1センチほど南選手が高いんですが、そうですね、はい、この、まあ、8人の中ではひときわ大きく見えます南鈴鹿。そして今戦っているのは、まあ、タッチしましたね、福岡が出てまいりました。山本さん、はい、福岡選手やりましたね。そうですね、ボディーヒートトーナメント優勝ですか、はい、非常に微妙な判定だったんですけども、はい、やはりこの8ヶ月間ですか、はい、の成果が出たということでは福岡は非常に叩いていいと思いますね。そうですね、はい、まあ、一時脱ピュアハート宣言もしました福岡光、はい、まあ、最近のこの成長ぶりはどうご覧になりますか。ただ福岡は成長して当然のレスラーなんですよね。ですからやっぱり確たる成績を残さなければ、ええ、この子には中途半端な形の評価を与えたくないですね。なるほど、今ロープ歩きが、はい、見せますね。さあここから4分の1周しましたね。4分の1周しましたね。浅利選手のコスチュームはなんかライガーみたいですね。ライガーというか、ね、ウルトラマンというか、ね、いや本当に銀とレッドのコスチュームが綺麗ですね。前女が4人は4人ともみんな新しいコスチュームですね。あ、なるほど、なるほど。渡辺智子選手も赤と緑とオレンジのやつだったんですが、今日はこう色違いで、はい、黒と銀色の渋いやつを、昔の前のやつはずっと着てたんでいつ帰るかなと思ってたんですけど、ようやく新しいの出てきましたね。この黒いコスチュームというのは非常にストロングスタイルを感じさせる、はい、衣装ですよね、はい、結構太ってるんで、はい、締まって見えるんじゃないかなと。なるほど、渡辺選手みたいなタイプは、はい、JWP にいないんで、自分は非常に興味ありますね。ああ、そうですか、はい、今日のじゃあ山本さんの見どころはご自分では渡辺選手と、そうですね、いったところでしょうかね。渡辺智子選手は確かキャンディーを打つと1回シングルマッチあったと思うんですけども、はい、その他のメンバーとはね確か当たってないんじゃなかったかな、はい、キャンディーには昨年の 11.18 ですね、そうですね、大阪城、はい、はいはい、そうです、キャノンボールバスターですね、はい、決め技はやっぱり奥選手は、ね、もう非常に実力のある選手だと言ってもう褒め称えてましたね。あ、はい、そうですか。さあそして一番のお姉さんの南が攻め立てます。そうですね、野内選手も山本さんにお聞きしたいんですが、はい、今成長の八木ひろみ選手はこの八木沼ひろみから八木ひろみに、はい、にこうリングネーム変わりましたよね。そうですね、野内選手もリングネームをこう変えるというプランはこう何ですか。ね、一つ僕が考えているのは、はい、野内の名字をですね、はい、NOUCHI にして、はい、要するにその野内という名前は非常に珍しいんで、これは残したいなという気持ちがあるんですよ、ローマ字にすると。でまあふさよっていう、まあ、名前ですよね、で若干ちょっと彼女の年齢的に言ってちょっと、はいはい、ちょっとお年寄りにしたいというか年配っぽい感じがするんでね、はい、なんとか農地とか農地何々とかそんな形にしたいなと思ってます、はい、なるほど。まあ、一時は前女でデビューをした農地、そして93年の9月に JWP マットでデビューを果たしましたね。非常に最初うちに移籍してきた時はですね、はい、本人やっぱりちょっと居場所はないっていうかね、本人なり努力してたんですけども、ちょっと戸惑ってたところあるんですけど、もう最近はもう完全に溶け込んで、はい、押しも押されもしない JWP の一員ですね。まあ、前女にいた時よりもですね、まあ、もちろん月日も経っておりますが、はい、非常に生き生きとした試合をやってくれますよね。あ、そうですか、はい、ありがたいことですね。そんな風に見えますが、はい、はい、南が上げづらいですね、はい、玉田も玉田八木というのは武道館初めて、だと思うんですよ ね、 なるほどね、玉田選手もなんかこう表情が変わってきましたね、はい、そうですね、個性が確立されてきたって感じですよ ね、 ね、体のちっちゃいのを逆にうまく利用して動いて動いて動き回るという、そうですね、非常にバネがある選手ですよね、はい、キックミサイルキックですよね、はい、この玉田と農地の絡みはなかなか、はい、いいです ね、 ね、うん、お互いにそのまあ一瞬、まあ、悪いことですけど落ちこぼれっていうか ね、 ね、一度、まあ、そのドロップアウトしてまた復帰してきたところですからね、うん、93年の11月に再デビューを果たしました玉田理恵です。さあそして福岡が入ります。福岡と玉田の絡みです。さらしゃ抑え込み、もう福岡選手もこうやって若手を従えるというか、はい、そうですね、まあ、ボリショ選手とは同じようなキャリアですけれども、はい、もうこうリーダーとなってこう出てくるようなう、ね、もう選手になってきたわけですね。考えなきゃいけないですね、
まあ、今日はちょっと右肘をかばいますよね、はい、ちょっと痛めてますよね、ずっとトーナメントの間も。そうなんですよ、それを押して優勝したという福岡選手ですよね、はい、スリープラトンといったらよろしいでしょうかね、はい、トリプルプラトン、トリプルプラトンですね、はい、まあ、あの南がですね前場のリーダーを取れば、はい、今日はもちろん福岡が JWP のリードを取るという、はい、そういう構図ですよね。この絡み面白いですよ、一番背の高いのと一番小さいコマンドと、8人の中じゃ一番小さいですよね、はい、コマンド選手は ね、南選手はこの8人の中に入ったら私は巨人だなって言ってましたけどねあのみんなが周りがみんな南は巨人だ巨人だなってちょっと悪口言ってるんですけど、ね、このカードは決まって私は巨人になっちゃうなって自分で言ってましたからその辺の割り切りはいいと思いますよ。なるほど、ね、もう私は大きいんだから強いとはっきりその辺をアピールした方が南の場合はいいと思いますよね。ボーリシュート南20センチ以上25センチ近い差があります、はいね、アサリ選手もちっちゃいですがボリサリ選手の方がちょっとちっちゃいですよね。あ、そうですね、アサリ強いポジション、ね、あ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 りがとう、この辺のパワーがね、これがやっぱりね渡辺の場合はうちの選手にやっぱ一人ぐらいこうしていてほしいなと思いますね、はい、エルボーですか、はい、ラリアットですか、ああこの辺りいいですよ、そうなの、選手のラリアットです。この渡辺選手というのはすごく僕ね前場ではもっと評価されていいと思うんですよね。あのいろんなエッセンスを持ってるしパワフルだし、はい、僕大好きですよ。アストロ爆弾の意味を取ります渡辺智子、これはブリッジで返していく、うん、これちょっとノーツ選手がやり返してもらいたいですね。そうですね、ちょっとパワーに押されてますか、うん、多分ねあのもし JWP に渡辺選手来たとしたら、はいはい、まあ、デビル関西に続くパワーファイターですからねこれは上背はありませんが、そうですね、体の分厚さというか、圧倒する迫力がね、そういう確かに JWP にはないキャラクターと言えますね。あ、いいですね、なんかアサリが小手小手、まあ、張り手といった方がよろしいでしょうか、ね、ドロップキック、ハイアングルです、もう一発いくのか、ウルトラマンアサリがいいですね、うん、いやライガーを見てるようですね、まさに、うん、シルバーとレッドのコスチューム、やっぱりこういう形でどんどんその他の選手に喧嘩を打って、はい、そのオールスターの意義っていうかね、新しいストーリーがこうできていってほしい感じがしますよね、なるほど、まあ、今日は上列でマキシマムというタイトルがついているんですが、まあ、この菅原さん、はい、マキシマムの意味合いですね、まあ、これは、はい、私は考えたんですが、はい、マキシマム最大限最高潮という意味でですね、はい、まあ、昨年武道館上列伝とやりまして、はい、まあ、それを超えるというか今年の夏は女子プロレス最高潮だと、はい、最も盛んになってもらいたいと、もちろん東京ドームもありますが、はい、夏暑いこの境にですね、熱くもらえてもらいたいという意義を込めてですね、はい、マキシマム最高潮というのをつけたんですよね。あ、なるほどね、まあ、これ1試合目から、はい、もう結構去年の武道館に比べて1試合目から盛り上がってますよ。盛り上がってますよね、結構去年の武道館はね、はい、1試合目割とちょっと緊張感がありましてね、今年はまあ1年経って去年経験した選手もいまして、はい、まあ、ある意味では慣れているというか、うん、思い切りもう自分を出してるんじゃないかな、そうですね、まあ、去年そのいわゆる、はい、オールスター元年みたいな感じでしたよね、はいはい、で今年去年1年、まあ、ずっとやってですね、ある程度その、緊張感をピークに達して、で今日はねすごく逆に僕は、ね、肩の力が抜けてね、うん、みんなすごく生き生きやってるなって感じがするんですよね、タッチワークも非常に速いですね、そうですね、今日は、はい、さあコマンドが裏投げ、もう一発いきますね、もう一発決めていきました、ね、一発まだ離さないか、3発目裏投げ、うん、2.5 で返します渡辺、この辺からねそれぞれが得意技を出してくるんじゃないですか、そうですね、そろそろ自分の決め技というものをですね出してきそうな気配です、ね、八木選手も出ましたね、一本背負い、いやしかし本当にこの八木選手もですねデビューが今年の1月9日、はい、まだ7ヶ月ですね、そうですね、考えられない動きをしてくれます、はい、でもこれぐらい成長が早くないと、はい、あの正直な話 JWP じゃ使えないんですよね、うん、もうとにかく早くあのレギュラーメンバーになってくれないといけないですから、はい、まあ、中学から柔道を始めました、高校1年で2段の実力をつけたという八木博美です、そうですね、さあその1年先輩に当たりますノーチがマット上、渡辺との絡みドロップキック、うん、ちょっと当たりが浅いですね、キックに切り替えますが、うん、ロープに振るか、渡辺は返しそうですよ、わざわざ返しましたね、試合時間10分、この辺はよく見ています、さあそして JWP のお姉さん福岡光に対して何を出す、フェイスクラッシャー、ロープ際、これはなんかあのパワーウォリアーっぽい、そうですね、パワーウォリアー、ね、ちょっとタイミング狂いましたかね、さあこの試合の頂上対決、さあリーダー対リーダー、リーダー対リーダーですね、まあ素晴らしい、おお、返していった、丸め込んだ福岡、お返します返します、今のは見事でしたね、見事でしたね、
いやこの辺り本当に福岡も上手くなりました。これも回転エビ、やっぱりグローブからは渡辺が狙っている。うまい、南田タッチ、ボディープレスは膝を当てていきました。ましたうまいですね。さあ2プラトンです。その2プラトンを渡辺1人が返していきました。うまい、さあコマンドが飛びますよ。3人をボディアタックです。コマンドボリソイ。さあ今度は福岡がコーナーパスの最上なんだが、南が使っていきました。気の強さを見せます。いやいや危ない、やりやっと、いやびっくりしました。やっぱりあの渡辺選手 の瞬発力というのはちょっと要注意ですね。そうですね、本当によく動きます。そしてパワーがあります渡辺。あこれは返しました。スルスルと抜けてコマンド。おこれは絡みは見たかったんですよね。丸さんあさり、これはちょっと意味深いものがあるんじゃないですか。空中戦が見られますか。変幻自在の出たロンガードキック。武道館歓声が沸きます。もう一発いくのか。ロンガード、いや鮮やかです ね、 いいですね。10点満点、旋回プレス。これはどうだ。でもこの人はあの確実にその沸かせられる技を持ってるってのはすごい強みですよ ね、 さあ出るのか出るのか。あみんな一斉に行きましたね。 JWP の選手がもう一斉に、ね、スカイツイスタープレス出るの分かってますね。そうですね、天空つむじ風を狙ったですが、おっとさあケプラーダ出しました。コマンドコマンドボイションのケプラーダ初めて見ましたよ僕は。あそうですか、でもこれ久しぶりですね。久しぶりですか、最近は出してないですね。あ出ましたね大一番で。コマンド出すとかっこいいですね、あの衣装の絡みといいますか、はい、ちょっと近未来的な感じですね。そうですね、スペースタップですね。さあ今度はコマンドか、コマンドがムーンサルト、ムーンサルト、カウントが入る。おいやあ、ね、いい試合ですね、今日の8人タッグ。これ南が飛び出してきたってことは危ないっていう証拠ですよ。あ、ね、そうですね、どんな瞬間に勝敗が決まってしまうか分かりませんが、今度は福岡、しかし玄関が上がっていた。南が飛んできた、南と福岡。ローリングクレードル、ローリングクレードル出しますね。1回転、2回転、3回転、4回転、まだまだ6回転、7回転、8回転、10回転を超えました福岡。やっぱり相手が南選手だといつもより回るあのあれが大きいですね。ちょっと豊田選手に近いくなってますね。20回転ですよ。いや俺もでも意地でも回そうとしてますね。そうですね、25を超えました。30いくのか、30手前。あーでもこれ福岡これ意地で回しました ね、 ローリングクレイドルを見せてくれました福岡光。これは南を飛ばして4人がかりですが、これは無理でしょう。南はうまい、南はうまい、ドロップキックカルテットで行きましたよ。あー読んでいた。さあヤギ頑張ってもらいたい。ここでさあそして飛びついて丸め込んでいきます、ああ攻めてもらいたい。さあ今度は青コーナーにこのままヤギ選手攻めてもらいたいですけどね。いやまた出てきましたね前場、これはちょっとこういうシーンが多いですね。さあ乱戦模様です、さあ乱戦模様です、場外です。安易にコーナーには登らないって感じですね。アサリが青のコーナーポストからスカイツイプスツイスター、スカイツイスターアタックですねこれは。最高、ね、いいですね。プレスじゃなくてアタックできました ね3メートルを飛びましたよ、はい。いや僕はすっかり JWP の人間だというのを忘れてしまって興奮しちゃいますね。この試合は、いやいいですよこの試合は、山本さんも興奮絶好調。おっと頭だが、スープラトンから、危ない危ない、危ない、いやースカイツイスタープレス、あの一回はね初めてやりましたね。これは初めてですよ。夏にですね、荒技を考えていると言っていたアサリ、あれだったのかもしれませんね。いや花火ですね、夏の花火ですよ。いやまさにその通りです、華やかな花火がこの武道館に上がっています。八木選手危ないぞ、ハイアングルパワーボム、パワードライバー、危ない、パワードライバーです。これは危ない、これは南の切り札ですからね。いやでも切り札を出してもらってありがとうって感じですよ。そうですね、八木選手もいい勉強やってくれましたよ本当に。南鈴鹿選手のゴール勝ち、最後は同じパワーボムと言いましたがそのまま固めていきましたので、パワードライバーということで、まあこれは本当に南の必殺技を使ってしまったかなということですね。いや山本さん、はい、大試合、
もう初めからヒートアップしましたね。そうですね、あの本当 JWP 敗れはしましたけども、すごくいい試合ができたと思います。はい、はい、もう思わずですね、JWP の人間であるところを忘れたような、本当そうですよね応援の仕方も一部見られましたが、やっぱりね、JWP と全場の対抗戦はこれでなきゃダメですよ。なるほど、勝ちました。全場本局の試合目は良かったですね。勝利者賞が贈られます。最後は南選手がきっちりやっぱりリーダーらしく決めまして、はいはい、スカイツイスターアタック場外も出ましたし、はい、見どころたっぷりでしたね。全10試合を含めています今日の武道館女王列伝マキシマム、今日の第1試合は全女チームが取りました。さあ渡辺が選手賞は株式会社制度代表取締役塩谷ひろくじ様より、遠くにこだわり卵商談が勝ちました。全日本女子プロレスチームに、そしてチャパリータ玉田と4人の手に、うん、本当に楽しい試合を見せてくれました、はい、今日の第1試合です。見事オープニングマッチを制しました全日本女子4選手がこちらに戻ってまいりました。お疲れ様でした。いや最後は決めましたですね。決めましたね、やっぱり勝つって言った通りに、はい、ちょっとひねりが入ってましたが、あれはあれは一周回るはずだったんですけど半周しか回れませんでしたすいません、今度一周にトライしたいと。すごい破壊力で、はい、でみんなもよくまとまったんじゃないですか。そうですね、こっちが押してたと思います。そうですね、はい、いかがでしたでしょう。ちょっと思ったよりもやられすぎてしまったんで悔しいです。いやでもすごく気合が入ってる雰囲気がねすごく出てましたよ。いつも入ってます。あ、そうですか。わかりました。そしてスカイツリースタープレス見事に決まりました、はい、最近調子が悪かったんで、うん、なんか大きい機会がないと治んないと思ったんで、うん、これを機会に、ね、はい、素晴らしい成功でした。おめでとうございました。ありがとうございます。そして武道館のリングどうでした。あんまり頑張れることができなかったんですけど、うん、足を引っ張るみたいになってしまったんで、いや、本当ないですよ。もっと頑張りたいと思います。はい、ということで、見事オープニングマッチ飾りました4選手ございました。お疲れ様でございました。第2試合は武道館ミゼット列伝マキシマムと題してお送りします。まずは赤コーナー、この人です。リングネームをズバリおっしゃっていただけますか。リトル北斗晶。今日はファイナルカウントダウンということなんですが、はい、どんな対戦をしてくれますか。北斗に喜んでもらえるような試合をして、はい、北斗に送ってあげたいです。なるほど、そういった思いを込めてこういう衣装で、はいはい、頑張ってください。期待します、はい、頑張ります。さあそして青コーナーは角掛留蔵選手です。今日はどんな、ね、パフォーマンスを見せてくれるのか非常に楽しみなんですが。わかりません、ここは初めてだもんで、でも何か考えてるんですよね。もう行き当たりばったり行き当たりばったり何でもやります。人生と一緒ですね。じゃあそうそんなことないですけどね。俺人生です。何を言ってんですか。頑張ってください、はい、はい、期待してます。続きまして赤コーナーよりリトルデンジャラスクイーン北斗晶シート選手の入場です。
第2試合特別試合、デンジャラスクイーンファイナルカウントダウン記念武道館ミゼット列伝ミニマム10分一本勝負を行います。ミニマムなんですか。青コーナー、他のキャラクターに変身しようがない男、ワンアンドオンリー滝沢村のお父さん、見てください。苦節12年、僕は武道館のリングに立ちました。39歳独身、ただいま花嫁募集中。モド好きな方はぜひどうぞ。110パンス角掛け止めそう。赤コーラー、北斗選手の故郷埼玉吉川町以来1年7ヶ月ぶりの復活キャラクター、角掛けブッタマン、よく聞け。私の命はその気になればいくつでもある。リトルデンジャラスクイーン90パンス北斗晶シート。レフリー、ただの百貫デブ。今日の第2試合、武道館ミゼット列伝マキシマムと言いたいところなんですが、ミニマムとコールされました。かわいい北斗晶シートーピンクですよ、真っピンク。頭もなんか一応金髪にしてるつもりですね。開いた口が塞がりませんが、悪い状態じゃないですかこれ。対するは角掛け止めぞ、真夏の悪夢というか真夏の正夢というか。いやー、あの化粧がですね、ちょっと見てられませんが、エリザベスって感じですねこれ。あれ一応北斗選手の本物の衣装着てるらしいですよ。あ、そんなんいいですかね。本物ですか。本物の衣装を変えてきたってサイズが合うんですかね。メキシコでこれ着てて CMLで撮った時の衣装ですからね、北斗選手が。あ、レイナ吹雪として、いや新しいピンクの、それはびっくりですね、はい、着たら合っちゃうんですかね体に。不思議ですね。きっとあの横の幅は合うんでしょうね、縦の幅がちょっと合わないですね、でもなんかプロレスはいつもと一緒ですね。そうです。内容はあまり変わってませんか。北斗晶シートとこれ、はい、角掛け止めぞ選手はあのなぜか紅矢選手のテーマで来ましたけれども、はい、全然キャラクターになってませんね。あれは全く意味がないですね。どういう意味合いを込めての、ね、テーマ曲の選定だったんでしょうか。紅矢止めぞかと思いましたが違いましたね。頭はなんか変なパワーウォリアーみたいな変な色がついてますけど、あんまりキャラクターは何もないみたいですね。うわー、今金粉ですか、飛びました ね普通のプロレスです ね頭からつま先まで本当に、ね、北斗晶シート対こうアジャコンギートっていうアジャコングのミニ版が出るんじゃないかということで、ミスターブッタマンレフリーやってますが、はい、ブッタマンがアジャコンギートをやるんじゃないかと思ったんですが、ね、なぜか出てきませんでしたね。今日はレフリーですね、ちょっと惜しいですね、はい、アジャの衣装をブッタマンが着てもらいたかったですよね、はい、しかしこ の北斗晶もですね、まあ、北斗晶シートもですね、この試合の次は 11.20 のドーム、はい、なんて言ってますよ ねこれあの 命はいくらでもあるなんて言ってましたからこのスケジューリングはすごいですね、北斗晶並みですね、ファイナルカウントダウンといった様相です。北斗晶シート、このシートの意味、菅原さん、まあ、あのスペイン語でというか、はい、メキシコのレスラーでよくオクタゴンシートとかですね、はい、本物のレスラーのミニチュア版のレスラーのことを、まあ、小さいという意味なんでしょうか、シートをつけたり、はい、まあ、パンディーターみたいな、はい、そういう言い方する時もありますけれども、 STF ですよ、STF ですね。いや、決めてくれますね。ちょっと手が届きにくいか、ね、一応北斗晶もどきのリトルフランキーはいろんな何でもできますからね、これ最後ノーザンライトボムで決めてもらいたいですね。できることなら、ね、やっぱ DQ ボムからノーザンライトボム、ね、ついでに流血してもらいたいですよね。そうですね、その後マイクパフォーマンスで引退なんて言ったらこれ最高です ね。ちょっと場内静まり返ってますね。ちょっと浸透してますね。いつものファイトなんで。いつも通りなんだけど。あまりにあの入場シーンが、ね、あっと驚く入場シーンだったので。まあでもいいんじゃないですか。後楽園でもどこでもね、ファイトを変えないっていうので、ね。後楽園とですね。全日本プロ武道館ですよ。あれ全日本です、ね。多分地方の会場でも多分変わらないでしょう、ね。この二つでファイトを変えないという。ね、これはね、JWP に通じるものがありますからね。なるほど。これも一つのピュアハートの形かなと。そうですね。ピュアハート、ピュアレスリング。世界一定番化したレスリングですからね。そうですね。いや、さっき角掛け止めぞ選手が妙に硬い表情だったんでね、はい、何かやるかなと思ったらね、はい、ただ緊張してるだけですね。
あれは緊張ですか、なんか妙に硬い表情してるから何やのかなと思ったらね、ファイティングスプリットが顔に出ていたのかなと思ったんですがね、まあ、久々にレトロフランキーが相手ということで、はい、まあちょっと緊張してるんじゃないかと。飛びません、角掛けが飛びましたが、スライディングしただけ届かないと、ずるっと落っこちました。そして逆にフェンスに叩きつけられます。いやー、やっぱりという感じですか、これは。もうすでに逃走本能はないでしょう。もう菅原さんは頭から飛びません飛びませんと言ってくれました。いつもあそこのロープの間をくるっとこうね回って戻ってくるっていうのをやるんですけどね。今日はちょっと新しいバージョンですね。一応芸を見せましたね、またゲーが一つ増えました、ね、全然受けませんでしたけど、ちょっとこの武道館という会場がお客さん多いですからね、このね、何万というお客さんをいかに沸かせるか、見どころですね。さあ最後はノーサンライトボムを出すんでしょうか。よくわかんないですね、何だったんでしょう今では。さあ、おお、カンガルーキック、いつもと一緒ですね。短い足を当てていった、このでかい武道館でこのちっちゃい人たちがやるというのがね、意義があるんですよ。いやー、しかしこれ画面で見る限りはですね、まあ、そんなに小さな選手がやってるとは思えないですよね、この3階の一番上から見ると味があるんですよね。おお、ジャイアントスイングというか、リトルスイングというか、回していきますね。10回転を超えましたか。お客さんもあの数を数えませんね。なんかどうして数えてくれないんでしょうか。なんか数えるのもこうなんかこれ通勤で飛ぶ動画やってるからですね。そう今日これだったら数えるんでしょうけど ね、ようやく拍手を強要されたというか、まだ回してます。あー、ダウンをしたのは角掛け止めぞやはりという感じ。でもやっぱりブトマンを回すよりはもうかなりたくさん回しましたよね。いつもより多めに回しましたよね。そうですね、多めに回しましたね。あー、真空投げ、あー、さあノーザンライトボム出してくれ。抱え上げるか、お、抱え上げた、ただのボディスラム。ただのボディスラムです。さあトップロープに駆け上がるニュートラルコーナー、ムーズアウトプレス、トップロープです。ただ普通のボード、普通の緊張が漂う武道館。あらららら、もう出しますね、拍手を誘った、飛んだ、フットスタンプ、フットスタンプですね。さあ、ノーザンライトボムしてくれ、フットスタンプ、もう一発、あーノーザンライトボム、これがそうでしょ、多分ノーザンライトボムのような、おおおおおお、バック、素晴らしい、勝った、勝ちました、素晴らしい。最後はノーザンライトボムのような形、ノーザンライトボムから耐え固めで北斗晶、いやー強引ですね。ここまでコピーすれば素晴らしいでしょ、いやあの拍手を誘ってからノーザンライトボムに行く、名人芸ですね、名人芸ですね。芸人根性見上げたもんです。北斗晶シート、見事角掛け止め顔を破りました。マイクアピールも何もなしにあっという間にリトルさん帰っていっちゃいましたね。しかしやはりこれも現状マットならばですね、やっぱちょっと疲れたのかもしれない、彼はシャイですから。見事勝利を収めましたリトル北斗晶シート選手です。どうぞ、おめでとうございました。さあ見事なですね、最後はあれは何ですか。最後はノーザンライトボブです。あ、見事に決まりましたですけども、その前のフライングダブルフットスタンプ、はい、あのあたりも大体自分の計算通りでいけたんでしょうか。いえいえ、あのロープに上がった時、あ、北斗の真似で拍手をして 前方 あれしようと思ったんですそしたらはロープが揺れすぎてできなかったんです。それでフットスタンプに変えたと。変えた。なるほど、はい、しかしそれがでも思いのほかダメージが大きかったようで。そうですね、どうでしたかこの武道館のリングは。いや大きすぎてなんか見てもらえるのかなと思ったけど、なんか拍手も多かったんで嬉しかったですね。はい、お疲れ様でした、おめでとうございました。ありがとうございました。さて第3試合は全女ファイティンググローブと題して行われる格闘技戦です。まずは赤コーナー全日本女子前川久美子選手です。今日はかなり意気込みをね感じますけれども、はい、この日のために空手の稽古を続けてきました。初めての格闘技戦無心で頑張ります。前川久美子というレスラーを少しでも印象付けたいと思います。はい、頑張ってください。相手は強敵ですけどもね、はい、頑張ってください、はい。そして青コーナーは上風京子選手です。まあ、上風京子選手というとあのバットとの死闘、はい、悔しい思いしましたからね、はい、今日は前川と対戦ですがどうですか、はい。相手のことはもう全然よくわからないんですけど、もう作戦は自分を信じて最後まで戦い抜くしかないと思ってるんで、自分を信じて戦うことがもう今日の全てです。はい、頑張ってください、はい、ありがとうございました。
続きまして赤コーナーより全日本女子プロレス前川久美子選手の入場です。第3試合全場ファイティンググローブ2分5ラウンドを行います。青コーナー埼玉事務所属135パンス神風強子、赤コーナー全日本女子プロレス150パンス前川久美子、ジャッジ松永健二、ジャッジ長嶋正彦、レフリー羽田芳彦。今日の第3試合全場ファイティンググローブ2分5ラウンド、全日本女子プロレスは前川久美子、対するは女子キックボクサー神風強子ということです。さあそしてこの試合のゲスト解説はバット吉永選手です。バットさんよろしくお願いいたします。お願いします。さあ前川がですね初のグローブマッチに挑戦します。菅原さん、はい、どう戦いましょう前川、なんか山崎照友先生のところでね、はい、ねバットね、はい、教わってダメだですよね、山崎先生のところで修行というか、まあ、特訓というか、はい、必ず、ね、格闘技戦の前だったよね。今日は空手技スタイルの前川ですね、はい、来ましたね。キリッと締め込んでというか帯を締め込んで、はい、空手技で来ましたけれども、ね、なかなか似合いますねこの空手技。いいですね正解の感じがして、ただし実戦これ試合ですからね、はい、練習じゃないですからね。あ上風選手はこれはもう 100戦錬磨というか、はい、女子キックの日本人としてはねバット選手がやったから、ね、はい、バット選手、はい、この上風選手と対戦した時の感想ですね一言聞かせてください。92年の11月、もう2年、はい、近く前になるんですよ、ね、川崎ですよね、はい、川崎です。見事 KO 勝ち、見事っていうか、あれはちょっと一発いいのが当たったって感じだったんですけど、はい、そう結構足とかも強いんですよ、だからちょっと前川足数少ないんで、はい、ちょっと多分上ばっかり狙ってくると思うんですけど前川は、うん、ちょっと大丈夫かなっていうちょっと気持ちが、でも勝ってほしいですね、まあ、特にキック、その中でもローキック、ミドル、ハイ、どのあたりが一番強烈だと思いましたか？ミドルが結構、ミドルが、はい、ちょっとデンジャラスという、はい、コンビネーションがスムーズなんですよね、まあ、当たり前といえば当たり前ですけどね、キックボクサーっていうのはね、毎日やってるから、はい、スムーズに出るのは当たり前なんですけどね、これマイカーが、マイカーがね、はい、これはこの試合の場で、その練習を出せるかどうか、そうですね、まあ、急遽の特訓というか、はい、それでどうなるか、今も一応先にというか、足は出てるみたいな感じですけどね、多分ガードが高いですね、はい、多分見てるんですよ、見てるんですよね、出してないですからね、うん、何もやってませんよね、軽く出てる感じなんで、はい、ジャブ的なワンツーを出してきました神風強子、まあ、2ラウンド、ね、1ラウンド2分ということで、はい、まあ、次のラウンド決めにかかるかもしれませんけどね。なるほど、1ラウンドは前からの様子を見ようという神風の作戦でしょうか。前蹴りを連発しますが、まだこれもちょっと決め手にはなりませんね。さあここで第1ラウンドが終了です。短いですね2分間というのはね。そうですね、でもあの結構あの前蹴りが有効ですね。なるほど、前からの相手の攻撃ができないんで、はい、とりあえず離して相手を、はいはい、近づかれたらちょっとパンチがすごい強いんで、非常にあの前川は手足が長いなという感じがしますね。そうですね、見ていて、はい、その分リーチ長い分得ですよ。そうですよね、はい、まあ、その辺を生かしてほしいなと思いますが、だって 1.5 倍ぐらい長そうだね。 1.5 倍はないですよ。さあこの神風強子なんですが、93年の9月4日、まあ、ほぼ1年前に聖堂会館の主催しました K-1 イリュージョン、はい、これに出場しておりますね、はい、そしてあの最強の女選手と言われます、はい、ルシア・ライカに、まあ、残念ながら TKO 負けを喫してしまったんですが、はい、まあ、あのルシアライカと戦った、そうですね、これは大きな実績ですよね、みんな相手になりたがら、なりたがらないところで、はい、まあ、上風強子選手、はい、一度はルシアライカとやったということで、ね、キックボクサーとしての、ね、実績を作ったということだと思います。ただ負けはしましたけれどもね、はい、
さあさほど両者ともまだ汗はかいていません。第2ラウンドがゴングです。上風選手、この隣 の, このバッツ選手とね、ええ、リターンマッチでぜひバッツ選手を倒したいと思ってるんですよね。必須ではもうこれ2年近くずっと追い詰めてというか、リターンマッチは実現してなかったんですけれどもね、いずれはバットとやると心に秘めてるわけですよ。バットさん、はい、どうですか、挑戦は受けますか。さあ復帰したら受けたいです、ね、その復帰というお話が出ましたが、はい、今のその状況はどんな具合ですか。今ちょっと全く分かんないんですけど、ちょっと頸椎と背中の方の方を痛めてしまいまして、はい、その背中の方が、頸椎はもう完璧に治ったんですけ ど,、はい、ど背中の方がちょっと悪化しちゃいまして、はい、それを治ればもう出れるんですけど、とりあえずまだ分かんない状況なんです。そうですか。試合ではレフリーをね務める時もありまして、はい、そのレフリーのコールをされた時の歓声ですよね。はい、嬉しいですね。嬉しいですよね、はい、本当に今日もこの武道館ね待ってるのに確かったんでしょうけれども、まあ、本当に確実にね直して、はいはい、そして、完全なコンディションでマットに上がってほしいなと思いますので、はい、ファンもきっとそれを望んでおりますので、はい、ありがとうございます、はい。さあ第2ラウンド中盤です。今日はバットさんは上風選手に会いました？試合前は会ってないんですよ。会ってないですか。全然感じ見てどうですか、リング上のリラックスしてますかね。なんか元気がないなっていうのが、元気がないですか。はい、ありますけどね。ちょっと余裕があって元気がないのか、まあ普通に構えてるのかね、はい、普通にしてるのか。あ、裏剣来ましたね。そうなんですよね、上風選手も使うんですが、逆にバットさんの試合ではやられちゃったっていうところで、あれ一番の、ね、そうですよね。だから悔しかったんですよ、自分の得意のパターンでバット選手逆に、あ、自分もあれ、ね、4回ぐらいやられたんですよ、試合中に。あ、もっとやられてるかな、ちょっと1回ぐらい返してやろうと思うのが、ちょっと、ラッキーパンチで、ね、はい、すごいカウンターで、ね、モロに決まりましたね、バットさんの92年の試合の時はね。そうですね。上風京子はやっぱりそれでやられたからちょっと悔しい絶対悔しいんですよね。こんなやつにやられてる。第2ラウンドが終了しました。はい、石格闘技戦というか、このグローブマッチの前場絡みの試合じゃ、バット吉永と亀風京子というのはいいライバルですね。そうですね、まあ、いずれは絶対やらなきゃいけないと思いますよ。はい、もう治ったらもう絶対にやりたいです ね, ね, ねそうだ、勝ち逃げというのはちょっと、ね、悪いですからね、うん、許せないというところですか。2回は2回勝っとけば、2回勝っとけば次1回負けてもいいか。負けじゃダメですよ、負けないですよだけど勝っとけばもう認めるじゃないですか、ね、皆さん、ね、はい。さあ、で前川選手が3ラウンド目突入しましたよ。さあどうでしょう ね, あの前蹴りがちょっと2ラウンド目は、ね、あまり出せませんでしたが、はい、第3ラウンドそのあたりで勝機を見出すことができるでしょうか。足が効いてなければいいですけどね、ははは、じわじわと足っていうのは効いてくるんで、はい、そして先ほどの裏剣ですね、はい、このあたり第3ラウンド気をつけてほしいものです。前川久美子、第3ラウンドです。そろそろ来るんじゃないですかね。一気にラッシュをかけてくるかどうか、上風京子がね。さあゆっくりゆっくりお互い左に回っています。キックボクサーっていうのはなんかそういう感じですからね、はい、なんか三ラウンド目にラッシュとか、あ、なるほど、波があるみたいですから。このコンビネーションいいですね。しかし前川もかわします。あ、前蹴り、奥の、うん、いいぞ、有効だ有効だ。やっぱあの前蹴りがうるさいんでしょうね、上風はね。あれで入り込めないっていうのありますよね。長い足を使って前蹴りを使っていきます。よく上に下に出てますよ、前川の、ね、あれ中に入り込まれると、ね、ね、連打を食らって前川でした。おそらく上風は、うん、まあ、あのインファイトと言いますか、中に入ってくるでしょうから、うん、距離を取っていった方がいいかもしれません。前川距離を取った方がいいですね、はい、これ体重もやっぱり前川の方が、ね、重さに差があるっていう感じありますよね、体重差、ね、そうですね、まあ、体重差は前川が65キロ上風が57キロということで、まあ、8キロ差ですかね、うん、はい。一発入れば前川にもチャンスは終わりということですよね。あ、それ一発に期待したいですけれどもね、ミドルを放っていきます。そして前蹴り、ちょっと手と足のコンビネーションですか。そうなんですね、このあたりがもう少し改善されますといいんですが、ちょっと技が単発的です、うん、前川、まあ、これラウンドが進んでくると、はい、こう裏剣、足や手上げてるのがもう上げてるだけで辛くなるというかね、ガードは非常に高いんですがね、疲れてくると危ないです、ね、あのグラブが下がってくると、はい、2分っていうところちょっと良かったですね。2分っていうところは、なるほど、ね、2分5ラウンド、今日は第3ラウンド、今第3ラウンドです。足を動かさないと危ないですね、はい、
上風選手もこれはねちょっと踏み込めないなという試合展開ですね。バット吉永戦のためにはね、バット吉永との試合を実現させるためには、この前場の資格を来るやつらは一人ずつ叩き潰さないとなるほどダメだと思いますよ。まあこのバットさんの目の前で前川を破った上風にもう一回相対したいという感じでしょうかね。第3ラウンドが終了いたしましたが、さあちょっと元気ないですね。なんかあと残すところ2ラウンド見る感じではちょっとお互い攻め疲れのところもありますか。そのあたりはどうでしょうか。汗のかき具合はそれほどでもありませんが、向こうはもっと緊張してるんだ。そうですね、前川は多分容量が分からない状態だと思うんですけど、上風さんは分かってるのにちょっと元気がないなっていうのは、ちょっと持て余してるかなという感じで、もっと最初からラッシュが来るのかなと僕は思ったんですけどもね、1ラウンド目から来ちゃうのかなと。相手に試合を、相手に前川に試合をさせないで試合をさせないで終わらせちゃうんじゃないかなと思ってたんですけど、そうでもないみたいですね。さあ第4ラウンドが始まりました。このラウンドを含めて残すところあと2ラウンドです。両方もうそろそろラッシュかけないともう、KO は無理ですね。上着脱ぎましたね前川。脱ぎましたね。これはいい。最後の連打、投げを出していく前川。今のもちょっと嫌がってますね。上がりました。いいぞいいぞ。左右のフック連打です。前川首子。いや前川どんどん行ってるのはいいですよ。いいですね、攻撃前に出てるのはすごい。ちょっと神風劣勢です。顔面に食らう場面もありましたね今ね。ちょっと嫌がりましたもんね。それが効いてるかどうかですね。百戦錬磨の神風、初のグローブマッチ、前川久美子。前川はねそれはあ今山崎先生が解説コーチの手を出しましたね。神風はもっと回り込んでくるかなと思ったんですよ。丸く丸くねリングを使うかなっていう。なんか元気ないですね。全然そのフットワークというか、なんか違いますよね。出ないですねコンビネーションがね。なんか単発で終わっちゃって、コンディションの不調も考えられますかね。後ろ回し蹴り全く予想外ですよ僕は。前川言ってますよ、教えてますね。物応じせずに、はい、前川の方が教えるんじゃないですかね。そんな感じですね。これは前川はどんどん行けばですね勝てるチャンスありますね。上風京子キックボクサーというからにはテクニックをね、はい、見たいなとこの武道館の前の観衆の皆さんも思ってると思うんですよね。逆にテクニック前川の方が出てるんじゃないですかね、足数も多いし。さあ4ラウンド終わりましたか。終わりましたね。残すところ最終ラウンドのみです。どうしちゃったかなみたいですね。こちらが上風京子、疲れてますねなんか見る限り。そうですね。そして一方前川久美子です。結構平気じゃないですか。ここまで持ったってことに対してちょっと多分緊張になったと思うんじゃないですか。なるほど。スタミナはどうですか前川選手は。スタミナプロレスの方ですか、はい、格闘技の時は見たことないんですけど、はいはい、プロレスでは普段はそんなにある方じゃないとは思うんですけど、でも、はい、結構体がすごいいい体してるんで、結構いいとこまで行くんじゃないかなとは思ってたんですけど、うん、素質には恵まれてる選手ですからね。この今の素質にはすごい体も大きいし、ね、いい体してると思うんですよ、はい、スポーツ選手の体してるんですよ。水泳で鍛えたね、はい、背筋力もあります。肩幅こうグッときてる、ね、水泳で鍛えたから多分肺活量があるかもしれないですね。肺活量はね、はい、さあ最終ラウンドです。今日の第3試合、お前蹴りがいいですね。前蹴りがね、はい、ね、前蹴り1本でいくつもりかもしれませんよ前川が。足に、ね、その勝機を見出すか前川。先ほど練習稽古をつけてもらった山崎先生がね、ラウンドの間のにアドバイスしてましたからね。なるほど。なんかいい一言があったかもしれませんね。まあ泣いても笑っても、これが最終ラウンドですからね、ガンガン行ってほしい、うん、最後までもう上風を入り込ませるなということだと思いますよ、うん、今のフェイント後ろ回し。逆に上風さんが離れていくのがちょっとなんか分かんないですよね。そうね、近くに寄って行くタイプだと思ったんで、はい、そうですね、なかなか中に入っていきません。
ことなんですね。横にこう回ればいいんじゃないかと思うんですよね、うん、割と丸い動きでね、右左に普通そうなんですけど ねどうしたんですかね今日は、ちょっと動きも直線的ですよね、単発だし、はい、技が続きません。神風強行どうしたんでしょうか。埼玉ジムの畑さんも、ね、神風側の畑さんも元気飛ばしますけどね、こうじゃなかったんじゃないかなと、神風側のセコンドもそういう思惑だと思いますけどもね、はい、どうしてこうなっちゃったんだろうなという感じじゃないですかね。なかなかこう試合をですね自分のものにできません、うん、あっといい、これはアッパですね。そして右のストレート前蹴り、前かも膝です、危ない、これは食ってはいけない、そうこれでこらえないとね、危ないぞ、このラウンドこらえきればなんとかなりますよね、離れなければいけません。前川、あっとまたコーナーポストを背にする、いや足を出すことですよ、足を出して、とりあえず左に回れ、左に回れ、ちょっと今危なかったですね、ああいうロープ際はでも前川も守りに入ってますね、じゃあ出して、危ない、危ない、ああいうロープ際は危ないですよ、慣れてますからね、ちょっとパンチを今食らってしまった、危ないですよ、危ない、ちょっと食らってきたぞ前川、神風攻める、しかしだんだんパワーもなくなっていますが、どうでしょう、前出る、手数は多い、今試合終了です。これは前川も手を挙げた方がいいですよね、ジャッジにアピールした方がいいんですよ、こういう時はね。さあもう中盤から終盤にかけては圧倒的に前川の方がペースを掴んでいたような感じですが、どうでしょうか、どうですかバッツさん、これどうなんか調子が悪かったのか、最後までいっちゃいましたね、そうですね、判定はまあどうなんでしょうか、やっぱ引き分けってのあるんでしょうか、これはドローっていうのは、まあ、逆に言いますと前川選手、前川の方が有利かなって、そうですよね、これちょっと負けちゃったら神風さんもあれじゃないですか、もし前川が勝つとすごい大金星と言ってもいいでしょうね、これはね、そうですね、さあ判定が下ります、どっちの手が上がる、神風か前川か、シーンとした武道館です、この時間が嫌なんですよね、いや選手にとってはたまんないでしょうね、感じる時は ね何を思うか両者、判定の中継をお知らせいたします、ジャッジ長島50-48神風、50-48神風、ジャッジ松永48-48ドロー、ドローですね、レフリー肌49-48神風、ということは神風ですね、判定は神風に上がりました、2-0 でもこれで前川は結構あの自信ついたと思うんですよね、いやあの試合内容は非常に良かったなという感じがしたんですけどもね、前川の方が押したんじゃないかなと思ったんですけど ね前川選手またリングサイドと落ちてみるので違いますから、まあそういう判定を審判陣が下したということで、神風京子選手が判定勝ちを収めましたが、まあパット選手、はい、先ほどのまあ話ではですね、はい、まあ、あの強い神風ともう一回当たりたいというお話だったんですが、はい、今日の神風をに何か一言をまあ言うとしたらですね、はい、どんなことを言ってあげたいですか、どうしちゃったのかなっていうのと、自分も休んでるんでそんな人のこと言えないんですけど、はい、もし当たるときはお互いベストコンディションで当たりたいなっていうのがありますね、はい、神風京子選手こちらの方に戻ってまいりました、どうもお疲れ様でございました、ありがとうございました、最後何か力でね最終ラウンドポイント取ったっていう感じでしたが、そうですね、私はもう日本に帰ってきてから2回負けてるんで、もう今日負ければそれが自分の実力だと思って、もう終わりだと思ってたんで、なんか引退を覚悟されてたっていう話聞きましたけど、ね、試合で勝てなければそれが自分の実力ですから、未練がもしくやっててもしょうがないなと思ったんで、じゃあまだまだ神風さんのファイトはこれから見ることができるってことですね、そうですね、ちょっと自信つきました今日の試合はやってみてどうでした、やっぱりプロレスラーの方はもう度胸が座ってて当たり強くてすごい立派だと思いました、あ、そうですか、はい、まだ倒さなきゃいけない選手が残ってますね、そうですね、
バット選手が帰ってくれば、ね、首を直してもらったらもう一回やりたいと思います。はい、はい、どうもおめでとうございました。ありがとうございました。失礼します。ちょっと一言判定で負けてしまいました。 KO したかったんですけど、5ラウンドまで持つかどうか自信なかったんで、とりあえず5ラウンドまで持っていって判定で負けちゃったんですけど、自分では満足です。もし機会あったら次は KO で勝ちます。第4試合は恐竜島破壊数100と題してお送りいたしますが、まずは全日本女子赤コーナーのタッグからご紹介したいと思います。レジー・ベネット選手、今日のコンディションを聞かせてください。All I have is one thing to say. I'm looking for you, Eagle. I'm sick and tired of seeing everybody thinking that you're the big girl on the block. Well, not anymore, baby. It's me. Okay? Me with my girl here, we're going to tear you people apart. Stand by to stand by. もうね、気合十分という感じですけども、今日は伊藤薫選手、ちょっと小さく見えますね、ますますね。そうですね。レジーもイーグル選手も大きいんで、そのパワーに圧倒されないように自分は自分なりに動いてガンガンかき回します。はい、頑張っていただきたいと思います。さあ、そして青コーナーです。 LLPW の両選手にお越しいただいてます。まずイーグル澤部選手、はい、今日はもうパワー対決楽しみだと思うんですけれども。そうですね、前回アリーナではレジと組んでたんで、うん、今回当たることになって、まあ、1回か2回当たったことはあるんですけれども、レジのパワーに負けないように自分のパワーを出していきたいと思います。またすごい衣装ですねそうですか、すごい華やかですよ。はい、そしてキャロル・ミドル選手ですけどもね、今日は、まあ、ちょっと影に隠れちゃうぐらい小さい感じですけどもね伊藤選手との戦いぶりどうですか。自分らしさを出せるように頑張りたいと思います。はい、飛び回ってください。はい、赤コーナーより全日本女子プロレス伊藤薫、レジー・ベネット組の入場です。本日の第4試合、恐竜島破壊指数100、30分一本勝負を行います。青コーナー LLPW140 パウンドキャロル・ミドリー、同じく青コーナー LLPW250 パウンドイーグル・サワイ、赤コーナー全日本女子プロレス150パウンド伊藤薫、同じく赤コーナー260パウンドレジーベネット、レフリー笹崎克実。今日の第4試合です。恐竜島破壊指数100、30分1本勝負、前場からはレジー・ベネット・伊藤薫組対 LLPW イーグル・沢井・キャロル・ミドル組の対戦です。そして試合を終えたばかりの渡辺智子選手にやってきていただきました。お疲れ様でした。お疲れ様です。よろしくお願いいたします。お願いします。見事第1試合ね、JWP チームを下しました、はい、おめでとうございます。さあ、この試合はこのボヨヨンボディにまずぶつかっていきましたが、さあこのぶつかりはどうだ。いきなり恐竜同士が破壊指数100ですよ。破壊指数100ですよ、いきなり。いやー、これはすごいです。イーグル・サワイ、そしてレジー・ベネットのまずは、ね、はい、対戦となりましたが、武道館揺れましたよ。揺れましたね、これ危ないですよ、リング下手すると、ね、そこが抜けるかどうか、そこが抜けるかもしれません ね。いやー、これ恐竜島と言ってまして、恐竜2人今リング上、レジーと、はい、
イーグルいますが、あと伊藤キャロルというのはね、動きのいい、これは会長というか鳥のように、待ってもらいたいという感じで、この対照的 なるほど、ね、まあ、はっきり言いますとデブとチビのコンビ同士という感じの試合ですよね。親子対決と言っていいかもしれませんね。大きさはずいぶん違いますから、伊藤ちゃん怒ってましたよ、それ怒ってましたか、読んだってあの見どころ見どころ読んで、まあ、デブとチブチブって僕は書きましたけど、でも伊藤選手最近また太ってきて、はい、そうですか、なんかレジーとあのイーグル選手と引きを取らない太さになってくるじゃないですか。それはあなたじゃないですかねえ、いや私はそんな、それあなたでしょう。渡辺選手はそういえば伊藤薫選手とデビュー戦で相対したわけですよね。デビュー戦ですか、ええ、いやデビュー戦では当たってない。ああそうですか、失礼しました、はい、ただ、同期ですね、同期ですよね、はい、同じ日かな、後楽園89年の10月、はい、デビューということで、はいはい、新人の時は伊藤ちゃんと組んで、あの井上貴子選手、吉田選手と言って、はい、勝ったことありますね。ああなるほどね、1年目で、はい、あそう、はい、今の伊藤薫選手ご覧になってどうですか。あ、怖い選手だと思います。怖いですか、はい、例えばどういうところが怖いですか。スタミナもバリバリあるんで、はい、自分これねジャパングランプリ30分ドローの試合やったんですけど、はい、すごいスタミナがバリバリあって最後押されっぱなしで。あなるほどね、30分ドローやったんだ。そうなんですよ、そんでも渡辺さんはよく持ったね30分そうなんです、頑張っちゃったんですよそれで最後の方になっても息が上がりそうな時に締め技に来るんですよ、柔道の締め技、それがまたきつくて、うん、こういう今もね逆指言ってますけども、こう厳しさが ね、 ねあるんですよね。前場の選手らしいですよ ね、 ね、うん、でスタミナあるからこれ試合の後半になっても厳しさは変わらないというね。非常に精悍な顔立ちもしてます ね、 ねマラソンやらせたらいつもトップはね必ず ね、 いいちゃうだろうっていう、ね、1位に必ず取ってますからね、はい、正月のマラソン大会なんかね、まあ、もうスタミナ娘、前場はみんなそうですけども、中でもね伊藤薫っていうのは1、2を争う、ね、ウルトラスタミナ娘でね。さあキャロルとそして伊藤の絡みですが、ロープに逃れます、はい、キャロル選手もね LL の中じゃ最近なかなか武器が良くて、はい、この伊藤薫とシングルでやったら面白いかなという感じはありますね、あそうですね、なかなかいい味出してきてるかっていうか、はい、非常に、はい、動きがいいなという感じがいたしますね、スライディングで落としていきます。やっぱ厳しいですよ伊藤は ね、 ね場外へのフットスタンプ、死のダンスが早くも見られた、背中行きましたね。いやこれねカルル大丈夫でしょうか、伊藤カルルっていうのはもう真面目な選手ですからね、はい、真面目だから厳しいんですよ、このあの JWP マットでキャンディーをくっついてやった時にも、今のようなさっきみたいな逆エビをね、やって、はい、あの厳しいところを見せつけたりなんかしてね、全場イズムですね、今もまあいきなりフットスタンプをお見舞いして、はい、こんな厳しいんだぞっていうところを見せてやったと思うんですよ。LL の選手たちに見せてあげようという、まあ、根性がありますね、これは明らかに。さあそして170センチ100キロを超えるかというイーグル沢井が、レジーベネットですね、前場側レジーベネット、そしてイーグル沢井が登場です。ちょっと思いっきり肉田さん行ってもらいたいですね。相打ちだが一歩も譲らない、かきむしる、いやいい根性してますね、なかなかイーグルも。これ二人、渡辺さんはこれ二人とも当たったことあるんだっけ。あります、あレジイーグル選手とは当たったことは、あのタックリーグの時に当たって、はい、イーグル選手は韓国で、あイーグルじゃないや、レジはずっと韓国に一緒に行って毎日一緒に組んでましたね。あ組んでたの、タックチームでやってました。あなるほど、渡辺さんもこう小型タンクだけど、これ大型タンクだもんねこの二人はね まあ、まさにこの例えばイーグル沢井選手と渡辺さんが親子と言っても過言ではないぐらいのと言ってしまいました、ごめんなさいさあ対角線に振ったぞ、そう飛びました、ね、これは無謀だった。イーグルは規制を発してロープに飛ばす、もう一発、足が金ちゃん状態ですね。いや金ちゃんでしたよね今。金ちゃん状態。金ちゃんでしたよね。金ちゃん状態。金ちゃんジャンプ状態ですよ。自分で面白いこと言っていただきます。意識せずに金ちゃん状態ですか。自然とそうなっちゃったのね。飛ばされてという金ちゃん飛び。いやキャロル・ミドル選手もねさっきやられましたから。はい、ちょっとこれ LLPW のね中じゃ。今伸び盛りだからちょっとガンガンいいところを見せてもらいたいなって思いますよね。そうですね、キャメルクラッチ、キャロルミドル、
今日は全中の選手みんな水着新しいんですか、渡辺さん。渡辺さんも珍しくあの色違いをね。私は去年の武道会以来ですね。1年ぶりに、はい、やっぱりあのコスチュームが変わるとですね、当然あの気分も変わってくるかと思うんですけどもね。そうですね、ね、今日は武道館という大舞台ですからね、はい、伊藤選手も色は、はい、色合いは一緒だけど新しいですよ ね、 これね。そうですね、ピーターパン、いやいや、ピーターパンのイメージよりもちょっとあれですかね、はい、いわゆるあのーね、サヤエンドウというかサヤエンドウ、悪魔のピーターパンって感じ。悪魔のピーターパン、うん、言われてました、控え室で。さあ、悪魔のフットスタンプを連発しています。うーわ、先頭、これはちょっとまだ早いでしょう、うん、ブリッジで返します、キャロル。でも結構伊藤選手は今日自分の得意技出すのが早いですよ、やっぱりね、うん、これはい、対抗戦ということを意識してるんでしょうね、まあ、あとこれはあのイーグルが出てくると得意技出せそうもないから、はい、キャロルの時に出しておこうというこもあると思いますけどね、はい、強引に投げつけてきます、対角線、うん、ローリング戦闘ですか、ね、ちょっと低空でしたが、ちょっと低空でしたね、カウンターで行きましたね、はい、あーっと肉弾重爆撃が、あー、何をするんだ、レジーベネット、何するの、すごいよ、おでもそれをカロルがフランケンシュタイナー、フランケンシュタイナー、ロープから大歓声だが、カウントワーク、あー、もったいないですね。いや、渡辺さん今の技びっくりしましたね。レイジーだったから返されちゃったじゃないですか、ま、ねえ、でもよくやったよね、よくやりましたね、120キロ近くはあるかもしれません、レジー・ベネット、それをフランケンシュタイナー、おお、器用ですね、おお、なかなかうまいですね、そう、面白いですね、ちょっとどん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 行ってもらいたいね、あ、ここはもう畳みかけなければいけませんね、うん、もうミサイルキック連発でぶっ倒してもらいたいですよね、はい、これはもうドロップキックは簡単に跳ね返されます、何発でもやらなきゃダメですよ。ベネットは何か言いましたね今あ、また跳ね返す、ムンズとまさに恐竜ですね。ね、恐竜、場内どよめいてますね、なんかね。武道館が恐竜島に変身しております。ね、ん、バックを取ったジャーマンに行けない。ツープラトンからジャーマンだが危ない。自分の頭が下敷きか。ゴールの対戦には行きましたが、いやーこれはですね、墓穴を掘ってしまうかもしれません。いやでも思い切りいいですね。いや根性はいいものがあります。イーグルとレジー・ベネットの絡み。ここで伊藤カーロは何を思っているか、何を思ってます、渡辺さん、伊藤カーロは何を思ってます自分は決めてやろうとは思ってるでしょ、絶対に。そうですね、みんな、ね、そう思ってますよきっと、それぞれ。伊藤カーロ選手はちょっとイーグルを狙ってもらいたいですよね、できれば。そうですね、そう思いますけどね。肉弾相打つ両者ですが、ここは、まあ、あの攻め方としてはお互いにですね、小さい方の選手を狙っていった方がもちろんいいと思うんですが、まあ、両者意地がありますから ね、 そうですね、大きな者同士がぶつかり合います。さあ、そしてフットスタンプはこれは外してきました、よく見ていた、ボディアタックをかましていきますが、どうでしょう伊藤選手、危ない危ない、伊藤が、あ、持ち上げた、うん、乗ったぞ、回転エビカウントが入るが、あれを食らったらもうひとたまりもありませんでした。ダブルアームの形、ベネットがラリアットをかましていきます。ムンツと掴む伊藤、バックに回って、これは綺麗なジャーマン、綺麗なジャーマンですが、形が崩れました、うん、いや今の美しかったですね、さすがですね伊藤はね、うん、さあ、そして白のニュータンから、うわ、跳ねましたね今、あれだ、跳ねましたね、トランポリンに乗ったような状態か、弾力、弾力で、お腹の弾力で飛びましたね、効きましたかね、どうでしょう、裏投げに行けない、チョークスラム、いや危ない危ない、さあそして今度は飛びます、飛びます、キャロルが飛んだミサイル、さあ伊藤キャロルが逆襲、引っ張ったと言ったんですけどね、あ、なるほど、うん、あ、そして、あ、ジャックナフに行ったんですが、それを返しました伊藤、これも返します、さあ伊藤カール振られたのは伊藤、よし、うまく丸め込んだ、今度はキャロル、いや
ちょっと厳しそう、まあ、重量級同士も面白いんですが、こちらの2人も面白いですね、非常にバリエーションがあります、はい、ところは、まあ、重心サンダーライガーみたいなね、ああいう意味ではジュニアの選手のこう厳しさみたいなね、はい、そういう部分もありますよね。空中技もありますけれども、はい、精神面ではライガーみたいな厳しさを持ってますよね。そうですね、激しいプロレスをします。伊藤薫ですが、いやこれはもう一発いくのか、対角線に振って肉弾を当てていきました。これはたまりません、ね、キャロル緑、もうサンドイッチ一丁というね、うわ一丁出来上がりフラフラ状態か、それ状態じゃないですね、うん、あレジラック、レジラックです、危ない危ない、レジラック危ない、ギブアップですよこれ、崩しました、いやいやいや崩していった、それも伊藤が円錐切りですかね、かましていきましたが、どうでしょう、シリースラム行くんじゃないですか、シリースラム、シリースラム、シリースラムですよ、うまく回転させていきました、おお、スリーは入っていません、スリーは入っていません、こうしましたね、キャロル、キャロル返しました、さあこの後どんな攻撃に来るか、レジーベレット、あんまり意識ないですよこれ、まずはボディースラム、トップロープの方に目がいっているが、さあどうだ、ボトムロープ、セカンドロープ、うわすげえ、うわフライングボディープレス、おお間に合いました、間に合いました、ねえフライングソーセージってやつですね、いやこれはきついです、まだまだベレットの技が続きますか、そしてトップロープには伊藤、もう一回フットスタンプいきますね、フットスタンプ、これも返していったキャロル、ラリアット返して、今度は食ってしまった伊藤、さあちょっとキャロルが足を痛めましたかね、イーグルにタッチです、イーグル自らロープに飛んでラリアット、思わず渡辺さんの口からおーという声が出てしまいましたが、返していきます、いや渡辺さん、全勝、はいはい、チームの勝機はどこにありますか、ちょっとこの辺で一発伊藤がやっぱりイーグルから取るのを狙ってもらいたいんですよね、なるほど、危ない危ない、場外にからキャロルが飛ぶ、危ない、伊藤さん上げてこいじゃん、最後は分断作戦、いやあの体で上から押さえつけられたらね、ちょっとね、わかりませんね、渡辺さん、はい、伊藤選手大丈夫でしょうか、まだ大の字ですが、ちょっと怖いですけど大丈夫ですかね、ちょっと心配ですね、はい、コミック界の風雲児、現在は月刊漫画ボーイズの編集長内田勝氏よりマンボウ賞といたしまして、トトロの特大ぬいぐるみが贈られます。イーグル沢井、そしてキャロル緑、両選手がこちらの方に戻ってきてくれました。おめでとうございました。 LLPW のお二人でございますが、見事な勝利でしたですね、最後。そうですね、いつも決めてるサンダーファイヤーで狙ってました、ね、ちょっとあのレジーとの対戦がね、周りで見てても非常に面白かったんですが、そうですね、どうでした、今日の試合は自分はあんまり出てなかったような、キャロルが一人で頑張ってくれたような、全然出ないで、そうですか、最後だけちょっと出てみたなはい、というキャロル選手ですが、途中でねちょっとあの頭を打ったような感じだったんで大丈夫かなと思って見てたんですけど、ちょっとやられすぎちゃいましたよね沢井さんに頼った部分がもろ出しになっちゃったかな。いやでもすごくね、リングの中で狭しいと跳ね回ってましたです。どうでした、自分では。あんまし覚えてないです多分その頭打ったやつ覚えてないんですけどそうですか、最後勝ったっていうのだけ、もう最後あのフットスタンプとジャーマンが伊藤薫選手の聞きました。そうですか、
ということでございますが、見事な連携です。見事な勝利でございました。おめでとうございました。あとは長谷川がまたそのようにやってくれて、長谷川がやってきた時も自分もまたそのようにって言わなくてもお互いが通じ合ってるのもあるんですけど、やっぱりでまだ合って数字なんでね、通じ合わない部分もあって、やっぱもっともっとこう長くやってて組んだらもっと良かった。イーグル選手とあんまり当たらなかったんですけど、やっぱり大きいですね。すごい元気のある選手だって聞いたんですけど、あんまり今日の試合では分かんなかったな、そういう風な印象は受けなかったなと思います。はい。 Well, it's an honor to be here at Budokan.Fighting with this girl as my partner. She may not be as strong as I am, but the girl's got heart and she's got killer instinct. Very proud. まだまだこの4人の中でまだまだもっと見せれるものがあったんじゃないかと思うんですけど、見せれないままに終わっちゃったんでちょっと残念です。どうもありがとうございました。ありがとう。第5試合はミートアゲイン1994自由なる戦いと題して行われます。まずは赤コーナーのインフェルナルカオル選手です。さあ久しぶりじゃないですか、この同期対決ですけれども、すっごい久しぶりです、ね、どうですか、また改めてここで出会うっていうのは、うん、なんか嬉しいですね。デビュー戦の相手なんで、その時は自分が勝ってるんですよ。今日も負けられないですね、はい、でもなんか嬉しそうですね。はい、もうすごく嬉しいです。頑張ってください。ありがとうございます。そして青コーナーは FMW の工藤めぐみ選手です。この間の、ね、アジャコングとの対戦もまだ記憶に新しいですけれども、また同期対決、デビュー戦で当たったカオルとの対戦ですね。はい。どうですか。同期対決なんですけど、残ってる同期は本当にもう数少ないんで、あとはもう前田と、まあ、うちにいるコンバットぐらいなんで、はい、この同期を大切に戦っていきたいと思います、うん、またドラマを見せてくれるかなと思うんですけど。そうですね、やっぱりなかなか戦える相手じゃないんで、自分の持っている力を出して今後につながっていくような試合ができればと思います。はい、期待してます、はい、第5試合ミートアゲイン1994自由なる戦いシングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー FMW 140パウンド工藤めぐみ。赤コーナー160パウンドインフェルナルカオル。レフェリーチャーリーアズマ。今日の第5試合ミートアゲイン1994自由なる戦い30分一本勝負、インフェルナルカオル対
FMW 工藤めぐみの対戦です。そしてこの試合のゲスト解説には福岡ひかり選手にお越しいただきました。福岡選手よろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。まずは福岡さん、はい、先日行われました JWP のですね、はい、ボディヒートトーメント優勝、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。いやー本当にですね素晴らしいですね、はい、活躍ぶり。そうですか、いやもっともっとでも頑張らなきゃいけないと自分では思ってます。そうですか、はい、今日はたくさん喋ってくださいね。はい、はい、さあこのミートアゲインということなんですが8年ぶりですか。そうです、ね、両者が相対しますが2人とも昭和61年入門で、はいはい、まあ、同期にはアジョコング、はい、ね、バイソン木村、はい、あと誰ですか、ここで工藤選手、薫選手、うん、天田レイブン選手、はい、高橋美香選手、なんかいますよね。まあ、非常に、女子プロが盛り上がっていた時のですね、はい、新人オーディションにもたくさんきっと来たでしょうね。うん、その時の、はいはい、選手たちです。2人同期でこの一応というか昭和61年組というのは、はい、割とずっと芽が出ない時期がずっと続いたりなんかして、うん、どうなのかななんていうのありましたけれども、はい、まあ、アジャコングバイソン木村のジャングルジャックなんかこう、トップ取るありまして、はい、まあ、これは今インフェルノはカオルですけど前田カオル選手、はい、そしてまあ高橋美香選手のハニーウィングス、はい、まあ、全日本タッグのベルトを取ったりとかですね、うん、で、まあ、それから一度引退して FMW でこの工藤選手、はい、天田レイブ選手、今コンバットトヨタ選手ですね、はい、とかいろいろこうで、まあ、こうカオル選手もユニバーサルに転じてルチャドーラーになって、はい、まあ、今 JWP や全場に出たりとか、まあ、フリーとして活躍しているといろいろこうルテンの人生というかですね、いろんなプロレス人生歩んでいる人たちがですね、はい、結構多いんですよね。そうですね、そして久々にこの前場マットに上がった工藤めぐみとインフェルナル薫ということです。だからこれ思い入れというかお互いにこの試合に対する、はい、まあ、シングルで同期でやるというのはね、はい、気持ちやっぱり違うと思うんですよね。なるほどね。福岡さんもあれでしょ、斉藤澄子さん引退しましたけれども、はい、あ同期でやった試合というのはお互いにね、やっぱりそう、あの思い入れってありますよね。お互いもちろん勝敗としても負けたくないだろうし、うん、内容も2人でやるんだから他の人たちがやるよりもいい試合だよね。特別に、うん、そう思います。やった方がいいなっていうのありますしね、はい、だから薫選手もなんか先日後楽園前場の後楽園の試合で今度のこの、工藤めぐみ戦は、はい、去年のね両国で12月に両国で、工藤めぐみ対アジャコングの名勝負があったんですけれども、はいはい、このやっぱり同期対決ということでそれに負けないような名勝負をね今日は作りたいなんていうのを、うん、話していましたけどね。まあ、あの時には本当にベストバウトというね、はい、評価もありましたね、はい、去年12月のね両国間、はい、アジアと、まあ、工藤めぐみにとってはこれベストバウトじゃないかなっていうのね、うん、ありまして、はい、すごい重みのある試合だったんですよ、これはまあいい意味での重みのある、はい、まあ、天竜源一郎対長州力みたいなああいうなかなかベテランというかですね、重みのある試合はなかなか女子じゃ難しいんですね、はい、こう飛んで跳ねたりという試合は結構まあ誰でも若いですから、うん、スピード感あふれる試合をやるんですけど、はい、重みがあってねこう伝わってくる試合っていうのは難しくてね、まあ、去年この8月のね、はい、武道館で、ベストシングルバウト取ったアジア対関西なんてのもまあ重みのあるいい試合でありましたけどね、うん、なかなかそういう試合はできないんだけども12月の両国でやったのはやっぱりさすが同期だけあって、心と心がねぶつかり合ったり通じ合ったり、はい、でそういういい試合がね名勝負が生まれたというケースでしたよね。だ今日もそれをそのところちょっと期待したい部分はありますけれどもね、はい、さあそしてこの工藤と薫との同期対決はどんな展開になっていくんでありましょうか、うん、今日2人ともなんか黒を基調とした渋い水着しますね。渋いですね。そして試合展開もですね、はい、割とじっくりと言ってますね、まあ地味なと言いましょうか、はい、じっくりいく試合展開になっています序盤戦です。これ福岡さん水着工藤さんのやつなんかすごくいいですね。いいです ね似合ってます ね、うん、福岡選手もちょっとこう似たようなやつね、これピンク色入ってないけれども黒いやつも持ってますけど、漢字としては似た感じで、はい、遠目に見たら福岡しか混じってすいませんでもシューズが似てます ね、ただこのファイトスタイルがね、はい、まあ、工藤恵美 FMW でね、ラフバウトというか、結構激しさを前面に打ち出した試合をやってましてね。さあその激しさが出てまいりましたね、うん、両者カオルはちょっと、まあ、ルチャドーラーということでね、はい、空中技を主体にやってますんでその辺の、うん、ある意味のこうぶつかり合いその辺がどうなるかっていうね。
まあ、ルチャードール、これはメキシコでは自由の戦いと自由な戦いという意味合いがあるそうですが、はい、まあ、その言葉がそのまま今日のサブタイトルにもついているわけなんですが、ミートアゲイン1994、自由なる戦い、うん、スリーパーに決めていくカオルです。まあ、同期であるがゆえに、はい、自由にお互いにできるだろうという意味も含めて自由なる戦いというネーミングがありますよね、うん。まあ、本当にあの8年ぶりの全場マット登場ということで、うん、で対決ということで、はいはい、まあ、あのお互い思い入れも非常にあると思うんですけれどもね、うん、どんな気持ちで両者戦っているんでしょうか、うん。まあ、確かにじっくりいってますね。ダブルアームに投げていった、うん、落ち着いた、本当に落ち着いた試合展開ですね、うん。福岡さん、これカオル選手とはやってますよね、はい、あの対戦はまだなくて、あの京都でうちの試合で、はいはい、カオルさんと組ませてもらって、はい、デビル尾崎、デビルさん尾崎さんとタッグでやりました、うんうん。どうでした、こう組んでみて。あのすごい、はい、自分もそういうムーンサルト飛んだりとか、うん、カオルさんも同じ技ありますよね、うんうん。そういう意味でなんかあのなんていうかな、決して自分はそういうルチャドーラってほど飛んだりばっかりじゃないんですけど、うん、あの組んでて組みやすかったし、うん、また組みたいなっていうのと、うん、でもあのまだ対戦がないんでちょっとシングルでも対戦してみたいなって。そうですね、はい。カオル選手もね、以前 JWP 上がる前は、うん、いろいろ福岡選手とかキャンディオック選手とかね、はい、なかなかいい試合できそうなんじゃないかななんて話してましたけどね。そう、キャリアで言ったら結構すごい上、はい、あのアジャさんとかと、ね、はいはい、一緒だからすごい上の人なんですけど、はい、結構あのもしかしたらやったら面白い試合生まれるんじゃないかなって、ね、うん。タッグチームとしてはね、これインフェルナルカオル福岡光っていうのは、はい、ムーンサルトプレス 1,2 を争うのその1,2 ですからね。そうです ね、どっちが1でしょうか。そうですね、自分で言ってます。 1,2 を争う 1,2 ですから、ムーンサルト合戦なんていうのね、タッグじゃ面白かったと思いますけれども。さあ、なんか珍しい、バックブリーカーにちょっと変形ですね、力足を固めてます ね、力技言ってますね、はい、レジの技みたいな、ね、レジラックみたいな、似てますね、はい。後ろに投げていった、割と最近使い始めて、あの始めてるらしいですよ、このバックブリカーは。この技決まりますね、すごく、うん。ダメージはどうでしょう、工藤めぐみ。そしてボストンクラブ、うん。いや、あの大技の連発になかなかいかないという展開ですが、はい、うんうん。ただし、あの、まあ、カオル選手の場合はこれ、はい、マスクウーマン、はい、覆面つけてましたね、表情とかそれの感情がちょっと伝わりにくいのはちょっと逆に惜しい部分はまあありますけどね。工藤さんの方はまあ顔ね、表情がよく、福岡さんなんかもよく試合中の表情がよく伝わる方だし、そうですか、そういう部分ではね、マスクマンはやっぱりまあ謎を秘めているという部分はなかなかミステリアスですけれども、これカンパーナのリバースですね。リバースのカンパーナですね、メキシコ変わった技ですね、はい。日本人初のルチャドールとなった、まあ、女性ルチャドールとなったカオルです。多彩な技を繰り出してきます。まあ、先ほど工藤選手のですね、重みのある技といいますか戦い方というお話もありましたが、脱ピュアハート宣言をした福岡光選手としては、はい、ご自分でやはり我々なんか見てるとですね、やはり重みが出てきたなという気がするんですが、ご自分でどうでしょうか。そうですね、でも、まあ、うん、それは前よりは出てきたかもしれないんですよね、はい、そういう気持ちの面でそう遠慮がなくなってきたりとか、はい、そういうものっていうのが全てそういうリングで現れると思うんですけど、まだでもそこで今の段階で満足しちゃいけないと思うから、うんうん、あのもっともっと前へ前へですけど明日なき追求を続けていかなくてはいけないと、はい、いうことですよね。そうですね、さあ工藤が吠えるぞ。得意のポーズ出ましたね、得意のポーズ。ダミアンがよく真似してますが、ロープに振られたのは工藤だ。ヒッパタック、ジャガー横田ゆずりですよ、ね、ジャガー横田、懐かしい名前が出ましたね、はい。まあ、これ全場伝統の、今伊藤カール選手使ってますけどね、全場、はい、の中では。さあ白のニュートラルコーナー駆け上がった、トップロープから狙いすまして、はい、エルボーですね、エルボーですね、はい、カウントは2。レフェリーチャーリー東ですね、はい、今気がつきましたなるほど一応フリーの人と FMW の試合を JWP のレフェリーが裁くと。いや本当に団体の数が今女子の中では4団体、はい、それにこういったフリーの選手も含みまして、はい、本当にレスラーの数も多いですね、今日の入場シーンもですね、入りきらないぐらいのマットに上がってきましたが、
あっと飛ばないカオル、いや、ん、ちょっとフェイントをかけてケプラーです。ケプラーだやっぱあの姿勢、空中姿勢は綺麗ですね。綺麗ですね。ムーサルドプレスもそうですが、はい、よく体が反って腕は横に開いて、いい感じですね。単身メキシコに渡りました。92年4月、そして EMLL で活躍しましたインフェルナルカオル、自らマットに戻します。まあ、あのルチャドーラーといって、まあ、ルチャリブレもね、はい、あの根本の部分では激しさを秘めているわけですよ。うん、だそういう部分でいうと工藤の、ね、フェイム W のこうラフバウト、割と激しいファイトスタイルとはね、はい、ぶつかり合い面白いと思うんですよね。なるほどね。足を畳んでの、これはすごいですよ。懐かしいのジャガー式バックドロップホールドですよ。今あんまり使う人いなくて、一時、あのライオネスアスカが受け継いで使ってましたが、あ、そうですか。これはちょっと久々に見ましたね。いや、懐かしい名前がポン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 と、はい、菅原さんの口から飛び出てまいりますが、はい、リングサイドにジャガー横田がテレビの解説いますんで、それを意識してるかも、はい、おっと出ました、ね、これは外しました、はい、さあ工藤ラリアット、これもかわしたカオル、あ、ラ・マヒストラル、カウントどうだ、マヒストラル、もうちょっと回転が速ければね、今のは幻惑されてムーンスローとはかわされましたからね。あの腕の絡み方が素早いですね、はい、カオル、ラリアットを頭にかわした、バックを取った、投げっぱなしジャーマン、ホールに行きます、カオルコールが起こっています。ここ武道館、これもかわしていった、ラリアット腕を取った、ダブルアームの体勢、そのまま落としていった、駆動ドライバー、危なかったですね。危ない危ない、カオル、なんかドキッとしちゃったの、ね、真っ逆さまにね、落とされましたね。もう一発いきますか、一発いきますか、もう一発、危ない、連続で狙っていきました、おさあ工藤どうするかですね、これね、これから何が出るか、トップロープに上げます、そして自らもセカンドロープ、張った張った、カオルが張った、倒れたぞ、もう一回ムーンサウト見たいんですけどね、カオル選手のね、ムーンサウトプレスがね、お、これは行きますかね、行きますね、まずはボディスラムで叩きつけて大の字、その工藤に対してトップロープからムーンサウト、天山です、また剣山が待っていました。本当は連発でね、言ってもらいたかったところですが、いやあと、お、これはちょっと今裏カンダナを狙ったんですね、はい、福岡選手、はい、今のムーンサルトの形いかがでしょうかね。あの綺麗ですよね、綺麗ですか、私から見て、はい、豊田選手のムーンサルト、スピードとかすごい、そういう勢いがすごくて、はいはい、カオルさんのもフォームがとにかく綺麗で、はい、うん、どっちも理想ですよね、はははは、うん、非常に基本に忠実といいますか、姿勢とか姿勢、体が柔らかいんですよね、はい、反りとかすごい綺麗だから、はい、うん、なるほど、いつ見ても、うん、すごいなって。でも福岡さんは自分がやっぱりナンバーワンになりたいでしょそれはもちろんそうですね、また無理がしますね、うん、スピードがあって綺麗ってやつよね、そうですね、うん、逆さ抑え込み、これはまだ大丈夫です。これお互いね、ちょっと攻め手を出し合ったところなんですよね。さあ、ここで大技をカオルが見せてくれるのか、フライングボディアタック、それを返していった工藤です。片エビはどうだ、カウント2、次に最後にどっちが何を決めていくかね、これはどうでしょうか、タイバースプレックス、あら、あっ、3つ入りましたね、ちょっと肩を上げたようにも見えましたが、タイガースープレックスホールド、工藤めぐみ、タイガースープレックス工藤めぐみ選手の勝利でございます。今返したかなという気もしたんですけれどもね、前田もっと上がってこい、上がって上がって上がってこい、菅原さん、これは上がってこい上がってこいと、あ、マスク脱ぎますね、カオルが自らマスクに手をかけました、どうしたんだこれは、マスクの紐をほどいています、あー、もう半分以上紐をほどきました、会場もあぜんとした感じ、
もうほとんど、あ、素顔を出しました。インフェルナル薫が前田薫に戻ってしまったのか。菅原さん、これはどう解釈しますか。いやちょっとね、はい、もう一回やろう。泣いてますね。泣いてます、泣いてます。薫が泣いています。前田薫が泣いています。なんて言ったんですか。もう一回やろうと言いました。もう一回やろうと言いました ね, ましたね、うん、お互いに納得いかないのかもしれませんね、この試合には。あ、なるほど、うん。まあ、確かにあの最初序盤は地味な試合と私申しましたが、うん、まあ、それが割と終盤まで続いてしまったという試合展開ではありました、うん、 ね、その歯がゆさに怒って、うん、そして泣いているんでしょうか。だからインフェルナルカロールというマスクを金繰りしてて、はいはい、前田薫対工藤恵でもう一回やろうという意思表示かもしれませんね。なるほど、やっぱりお互い原点と原点でやろうということかもしれませんね。これはもしかしたらこのサブタイトル Meet Again 1994、はい、うん、これがその両者の闘争本能に試合後に火をつけたと、うん、いうことになるのかもしれませんね、うん、これは新たな始まりかもしれませんね。はい、勝ちました工藤恵選手に勝利者賞が贈られます。工藤選手には勝利者賞として E&I コーポレーション代表取締役小田俊康様よりホテルニューオータニ食事付き宿泊券をペアでご招待いたします。同期対決制しました FMW の工藤恵選手です。どうぞ。最後はあの涙の同期対決結末という感じになりましたけれども、どうでした。やってる最中に、うん、あのその人その人の独特な動きっていうのがあるんですけど、前田の場合はすごく昔のまんまっていうか、あの実力は成長したんですけども、体の動きとか技のタイミングとかやっぱりそのまんまなんか、うん、本人前田とやってるんだなっていうのを思い出しました。うん、その意味でも上がってこいというのはやっぱりもっと上のレベルで戦いたいという気持ちもあるんでしょうか。それはあります、うん、なるほどね。まあ、マスクも脱いだようですけれども、これからまた一から出直すというふうに取った方がいいんでしょうね、薫選手は。はい、そうだと思います。じゃあそれを、工藤選手は待っているという、はいはい、どうもお疲れ様でした。おめでとうございました。マスク舐めたというのはマスクマンにもさよならするという意味ですか。さよならっていうわけじゃないです。これからも一応カオルではやるという。ええ、カオルです。マスク取ったっていうのはけじめとして、負けたけじめ、で今日までやってきたほとんどの結果が8分選手権試合6分一本勝負を行います。はじめに青コーナーに挑戦者チーム MVP のハーレー斉藤チェンネユ。第6試合は UWA 世界女子タッグ選手権試合です。まずはチャンピオン赤コーナーの全日本女子三田悦子、そして下田美誠両選手にお話を伺います。いよいよこう3度目の防衛になるわけですよね。はい、もう今充実してるんじゃないですか。そうですね、今日は、UWA タッグの、記録を更新することと、うん、あと私たちの勇姿を見せつける試合だと思ってるんで、うん、デスバレーかデスレークで息の根を止めます。お、余裕のコメントが出てますけれどもね。さあ島田美誠選手はどうですか。この間の2回目の防衛戦の時もジェーヌが挑戦してきたんですけど、はい、うん、あれでまた挑戦してくるってことは懲りてないって証拠なんで、今日は前場の厳しさを私たちが教えたい、そんなに簡単にベルトは取れないってことを見せつけたいと思います。はい、もう本当に気力も充実しているチャンピオンです。そしてチャレンジャーは LLPW の両選手、まずはハーレー斉藤選手ですが、今日はねかなり意気込みあるんじゃないですか。そうですね、対抗戦の中でもやっぱり一番数が多い選手2人なんで、
まあ手の内は読んでるつもりなんで、うん、勝ちに行きます。激しい戦いになりそうですね。そうですね、期待してください。はい、さあそしてジェンヌゆかり選手、今日はチャレンジャーという立場ですけどどうですか。今日が2回目なんでベルト挑戦するのは取りに行きたいと思います。はい、ぜひ2人の力を合わせていい試合をしてください。はい、続きまして赤コーナーより選手権チーム全日本女子プロレス三田悦子下田美馬組の入場です。試合に先立ちましてフジテレビジョン様より両チーム並びレフリーに激励の花束が贈られます。続きまして選手権チームよりチャンピオンベルトの返還でございます。第6試合 UWA 世界女子タッグ選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者チーム LLPW150 パンスジェンヌゆかり、同じく140パンハレサイト。赤コーナー選手権チーム全日本女子プロレス145パンス下田美馬、同じく165パンス三田エツコ、レフリー笹崎克美。第6試合 UWA 世界女子タッグ選手権試合60分一本勝負、チャンピオン全日本女子プロレス三田悦子下田美馬、そしてチャレンジャーは LLPW、ハーレ斉藤ジェンヌゆかり組です。そしてこの試合のゲスト解説にはイーグル澤井選手にお越しいただきました。イーグル選手よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてこのチャンピオンチーム、今日は3度目の防衛戦ということですね。今ゴングが武道館に鳴り響きました。そういきなりキック合戦を見せますね。はい、結構ポイントはジェンヌゆかり選手がキックでガンガンね行ってもらいたいなっていうあれがあるんですけどね、どこまでいけるかなと。うん、立ち上がりから行ってますね今日はね。三田選手ちょっとねこのキックを嫌がってますね。うん、ロープに飛ばされた、これは壊しました。うん、この辺はまだまだ、うん、技はなかなか決まりません。うん、いやこれだけで湧いてしまいますね武道館。ジェンヌが蹴ります、後頭部狙っていきます。まあ、ジェンヌの戦い方としてはこれでいいんですね。はい、あの7月14日の、ね、東京体育館 LLPW の試合で、この三田下のベルトに UWA タッグのベルトにですね、ハンダメキ選手と組んでジェンヌゆかり選手挑戦したんですよね。で、まあ、デスバレーボムで沈みまして、敗れた形で、今日はこう、まあ、あのまだ日にちはそれほど経ってませんが、
まあ、復讐戦というような形なんですよね。そうですね、ただ相手を、タッグの相手を変えての復讐戦ということですね、はいはい、さあそして三田が入ってきました、イーグルさん、このラスカチョラス、はい、三田、下田、どうですか。そうですね、戦ったことあると思うんですけれども、はい、一番交流戦の一番初めの時に、はい、確か6人タッグで、そうですね、三田選手 のチョップはすごいです。あ、これ今 出ますよ。あ、もうこれ痛いんですよ、もう、ね、モンゴリアンチョップのようなチョップですもんね。ブレージングチョップと言いますね。ブレージングチョップ、これね、なんか耳疲れになってしまう、胸のところがね、うん、これも一応北斗晶譲りの技なんですよね。なるほど、もともとは北斗選手使ってまして、はい、それはまあ三田選手これ上背あるんで、この大きな、大きく両手を広げてね、はい、いやもうなかなか映えますよね。でまあそうか、耳ずばって赤くなっちゃって、はい、あれですか、うん、本当にそれは強烈なチョップということですよね。胃袋のあたりを、そしてエルボーも落としていく。やっぱ三田と下田が組んでこう出てくると、はい、お客さんの方の期待も大きい部分はあるんですよね。ある程度あ、そうでしょうね。お客さん今日ジェンヌすごいですね。行ってますか。行ってます。今日は今日は行ってますね。どんどんキック使ってもらいたいですよ ね、 ね、この前東大でやった時もお腹のあたりにはね、ソバットが三田選手食らいまして、うん、聞いたんで、これも顔面とかですね、いろいろ何発も出しちゃうね、結構危なかったなんていうことを言ってたんですよね。結構キックやられてますけど、ジェルのキックも結構すごいんで、結構出せばいいと思うんですけれども、体格的にもね、LL の中じゃ大きい方ですね、ジェンヌ選手はね。そうですね、まあ、イーグル選手一番大きいですけど ね、はい、大きいですけれども、上背とかで言いますよね、ハーレーと同じぐらいじゃないですか、はい、だからこれはいいバランスを取ったチームなんですよね、ハーレー、ね、ジェンヌね。ジェンヌにもハーレーもキック使いますし、そうです ね、お互い前面にキックを打ち出して、はい、さあラスカチョーラス、これは湧きますね、うん、やはりこの2人が同時に技をかける瞬間というのは武道館のお客さん楽しみにしております。このロープ貼り付けは必ずやりますからね、序盤で、はい、お客さんはなんか待ってましたとばかりに拍手をしているような感じですよね。だからこのペースを、この三田下田の、ね、パターンを崩せるかどうかというところですよね。そのあたりが LLPW がこの試合をものにできるかどうかということなんでしょうが、いや見せてくれますね、うん、今定番の、はい、見せ場がどうだ見たか的な、はい、でまあこれに気持ちをちょっと惑わされないで、 LL 軍としてはね、ハーレーもジェンヌも突撃精神でキックでガンガン前面にね、パイルドライバー、ジェンヌ選手も結構、はい、器用な選手なんですけれども、ハーレーの方が器用って、ね、言われてるんで、ちょっと影に隠れがちの選手なんで、テクニシャンコンビですよね、これね、2人ともね。だからこの辺で一発蹴りでかましてもらいたいですよね。1年半ぐらいハーレーの方が先輩に当たるんですかね。デビューはそうなんですけれども、ね、はい、入門したのは、はい、3ヶ月ぐらい、うん、だから育成期なん で一応同期という形になるわけですか、はい、なるほど。ちょっと練習生をやってから入ってるので、もうキャリア十分ですからね、うん、昔タイガー・ジョーとかで蹴りはやってたんで、またしてもパイルドライバー。私はジェンヌ選手はちょっと、はい、苦手なタイプですね。あ、そうですか。それは例えばどういうところで。蹴りを使う選手は苦手ですね、やっぱり。ハーレーとか、彼はもう蹴りとかの回転技多いので、苦手ですね、うん、そう、回転技はハーレー選手 LL で一番前ですよね、飛び抜けてやっぱりその開始の回転とかね、ローリング系の技は本当前ですね、なるほどね、だから今日もこういいところでそれが出ればね、そのためにはこう追い込んでいかなきゃいけないですよね。そうですね、ずっとジェンヌ選手が出てますね、すごいですね、今日張り切ってましたからね、うん、やっぱり気持ちがね、この前東大でやったばかりですけれども、あの時負けてるから自分が、ね、行かなきゃっていう、ね、スタートは結構蹴り使ったんですけど、はい、どんどん蹴り出してもらいたいですね。ラスカチョーラスのタックワークは本当に早いんですが、なかなかちょっと LL の方はですね、まだラックそんなにしておりませんが、はい、そうですね、スタミナ配分はどうでしょうか。釣り天井
この2人が組むのも LL でも珍しいですね。珍しいですか、ジェンヌ・ハーレーみたいな。そうですね、あんまり組まないですね。あの二神とかと結構組んだり、はい、ジェンヌ選手はしてるんで。ザジュートになっていきますね。シューティングスタイルに憧れてプロレス入りをしたという、まあ女子レスラーの中ではちょっと珍しいタイプでもありますよね、うん、ジェンヌゆかり選手。足にねプロテクターつけて、はい、ハーレー選手もそうですけどね、はい、2人の格好を見るとキックの使い手だなというのが分かりますけどね。さあそのハーレー、まずはバックドロップ、もう一発綺麗に決まってますね、うん、形はいいですね。あ、珍しい。トゥームストーン、奇声一発、これですね。来ました来ました。私でも聞くんで篠田選手骨折れちゃうんじゃないですか。ニールキックです。そうですね、篠田は前場の中じゃガリガリですからね、もう上半身ガリガリの選手ですね。ちょっとお肉を分けてあげたいですね。まともに内臓に響くんじゃないかと思いますね、篠田選手も。ああ、これは誤爆だ。うまく誘いました。ラスカチョーラス。いや、これ得意の場外戦持ち込まれるとね。場外戦ですね。分断作戦に来ました。おい、で、カチョーラスのペースにね。ああ、椅子の上に頭を打ち据えた。はい、もう一発。ね、うん、でもダメージの方は大丈夫ですかね。そんなに、ねええ、そんなに効いてるような感じはありませんが、はい、日本武道館なのに武道精神に反するところがカチョラスらしいんですけどね。うまいこと言いますね、はい、さ、お、今一瞬やっとしましたが、はい、まだそこまで、ね、まだ出しちゃいけませんかね、はい、これはね、もう少し後で見たいなという気持ちもいたしますが、これも分断作戦に出ますか。飛びますかね、ダブルで。あー、プランチャ、ジェンヌが飛ぶのも珍しいですよ。あー、珍しいですね、ジェンヌも飛んでいった。うん、ハレーはよく飛びますよね、はい、ジェンヌ飛ぶの珍しい、珍しいですね。今日はやっぱりジェンヌ選手思い切りよく行こうという気持ちが出てますよね。そうですね、その辺ね、胴体で失敗してる、はい、フィッシャーマンズスープレックスホールド、ちょっとキャプチュードのような。そうですね、はい、またしても誤爆です。やはりうまいですね、このタックの連携では。やはり前場チーム圧倒的に分があります。フライングボディープレス、さあ次第に畳みかける攻撃、うん、そろそろクライマックスに持っていこうという構えですね。これはさあ出るのか、一発蹴りを入れてから、これはノーザンダートスープレックス、カウントは2です。さあ三田がトップロープ、外しました、外しました。ハーレーが出てきます、ニールキック。あ、これちょっと当たりが浅いか。もう一発いってましたね、もう一発ね。そうですね、さあロックに振りますよ。あ、逆に振られるか、タイガースープレックス、タイガースープレックスホールド。タッチワークが早い前座チーム、ここで一気に持って帰るとやばいですよ、LL 軍としてはね。バック、危ない、回転して逃れた、うん、そしてジャーマンだ、分かる、ハーレーのジャーマン、10分経過、ちょっと場所が悪かった。ここで流れをね持っていかないといけないですね。これちょっとお互い勝負にもう走ってますね。そろそろ勝敗が決まるかもしれません。なだれ式ブレンバサー、2メートルの高さからなだれ式、速いタッチワークを見せます。今のフェイスクラッシャーを狙ったんでしょうかね、ちょっと滑りましたか。フレームネックブレーカーですね、得意の行こうとしたんですが、はい、逆に喉を掴んで感じましたよね。さあトップロープのハーレー、うん、ヘッドバットですね。自爆、よく見ていた。さあここから何が出るか、ロープに振ります。逆にタイガースプレックス、うまいですね、ハーレー得意技ですね。危ない危ない危ない、会場が沸きます、武道館。
スープレックスマシーンでもありますからね。なるほど、ラリアットをかわして、あ、後頭部に食らってしまいましたね。さあ、ここジェンヌ中度式スープレックスっていう、はい、技持ってるんですけどね、ジェンヌ選手、はい、やってもらいたいですよね。あ、はい、これジェンヌドライバーですか。ジェンヌドライバー、崩れました、崩れました。そしてバック、あ、サポートに入る。ハーレが懸命に蹴りまくります。そして2プラトン、クロスラインをダブルのラリアットですね。ネックブリーカーですね、はい、ネックブリーカー狙ったんですかね、はい、あ、ジャーマンだ、ジャーマン、カウント2、惜しい、惜しい、いいタイミングだったよね、うん、タイミングは本当に良かった。そしてトップロープのハーレーに向かって、あ、ここ危ない、分断されました。デスバレーボム、またですか。あら、決めませんね。どうするんだ。あー、2プラトンのプランチャー、そしてハーレにまたもや突っ込んでいく。マット上はデスレイクドライブですよ。デスレイクドライブを狙いますかね、デスレイクドライブで決めようという腹ですよ、これは。あー、デスレイクドライブカバーに入ります。危ない、カウント3、3度目の防衛成功、 UWA チャンピオン。2つをやられてしまった。これまして、あのコーナー選手権チーム北越後下田2枚組の防衛でございます。いや、最後は三田選手が見せてくれましたね、はい、まあ、あの7-1の時にね、三田のデスバレーボールを決めて勝ったんですけれども、今日は下田がデスレイクドライブで、はい、今日は取ってやろうという最後はそういう気持ちがあったと思いますね。なるほどね。デスバレーボールを食らいましたけれども、はい、あそこでフォールに行かずに下田は決めに入ったという感じで、イーグル選手ちょっと残念でした。 LL のイーグル選手としては、ね、残念ですうん、もう残念の一言につきますか、ね、LLPW 全日本のタッグのベルトは持ってるんですよね、今ね。そうですね、パンダ選手とグレナイ選手がね、はい、これもうもっと上のベルトをね、取れれば、前場から取れればっていうところだったんですけどね。でもグレナイは今あの長島と組んでるんで、はいはい、ねえ、またどうなるか。惜しかったですね。意気込みは感じられたんですが、やはり総合点に評価しますとね、どちらかとやはり、うん、チャンピオンクルーの厚さかなというね。お二人が組んでる限りはね、やっぱり、はい、あんまり先ほどジェンヌ選手とハーレー選手組んだことがないという部分で、はい、即席の、ね、ペアですと、はい、最後の最後でやっぱり連携の、ね、慣れがこちらやっぱり出るというか、うまさが出ますよね。 LLPW は、はい、正式にタッグ組んでるっていうのが、くれないと長島ぐらいで、ベビーの方がないんで、ハレとジェンヌがこれで組んでいって、それもいいかもしれませんね、やってったらすごい、はい、ね、面白そうですね。ちょっと怖いんで自分は、イーグル選手も誰かと組むとか。そうですね、でカントリーさんあたりと組みたいですね。あ、そうですか。カントリーさんと組みたいです。あ、それはもう最強タッグと言ってもいいんじゃないでしょうかね。ちょっと組みたいですね、あの、逆に風間さんとか社長とか、はい、一番ちっちゃい人と組むのもいいかもしれないよ。社長ですか。いや今日の第6試合 JWP のタッグのベルトはかかっていませんでしたが、見事 UWA 世界女子タッグチャンピオン三田下田組がハーレー斉藤、ね、ジェンヌゆかりを下しまして4回目の防衛ですね、3回目ですか。そうですね、3回目の、はい、防衛を果たしました。今日のゲスト解説にはイーグル澤井選手に来ていただきました。イーグル選手どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。テレー様より願旅行をペアでご招待ありがとうございました。並びにカラオケ一日利用券飲食付きが贈られます。両選手に池袋フラッグ代表取締役竹内輝雄様より勝利者賞が贈られました。見事3度目の防衛に成功しました UWA 女子世界タッグチャンピオンの2人です。こちらに来ていただきました。どうもおめでとうございます。完璧な勝ち方だったと思いますけれども。ちょっと納得がいかないです自分は。
どのあたりですか？全体的に、なんて自分たちのペースに持っていけたとは思うんですけど、そのペース、自分たちのペースで自分たちが乗れなかったっていうのが、なんかね。そのあたり解説のジャガー横田さんがちょっと雑になってるんじゃないか、これからはちょっと厳しいぞということを言ってましたけど、一個一個雑に扱ってたら絶対に山田トヨタを目標にしてるんですけど、絶対返されちゃう、目標とか追い抜かしたいと思ってるんで、絶対にもうちょっとでも雑なところとか中途半端なところがあったら返されちゃうと思うんで、今日はこれで通用したかもしれないけど、やっぱりまだまだ課題がありすぎて、でもまたそうやって思えるところがね、2人が強くなった証だと思います。おめでとうございました。そうですね、結構あの下田と三田とは多分対抗戦の中で一番試合回数多いと思うんで、手の内は分かったつもりだったんですけど、何しろジェンヌとあんまり組んなきゃいけなくて、やっぱりあのチームのミスっていうかね、うまくフォローできなかったのが敗因になったんじゃないかなと思いますけど、次頑張ります。勝負な時の運です。頑張ります。この間挑戦した時よりもちょっとは攻められたんじゃないかなって、蹴りも出たし、でもまだまだだなっていうのを肌で感じたんで、もっと勉強してチャンスがあればまた挑戦したいと思います。どうも、たくさんの方、ご来場いただきましてありがとうございます。ここでですね、この大観衆の前で、インフォメーションコーナーをやらせていただきます。今井でございます。よろしくお願いいたします。どうも、そちら南東方面の方、異常な盛り上がりありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、観衆の方が15,500人超満員でございます。どうもありがとうございます。去年の、武道館をもう抜きまして15,500人、ありがとうございます。あと皆様にもう一つお願いいたします。今日来た方あと2人ずつ連れて東京ドーム来てください。そうしますと東京ドームが満杯になりますのでよろしくお願いいたします。そういうことで、今日はですね、インフォメーションコーナー多少上がっておりますが、スラッと行きたいと思います。いつも全日本女子プロレスを応援していただきましてありがとうございます。ここで、ツアーのお知らせをまず始めたいと思います。全女ではこの冬、ファンの皆様に感謝の意を込めて送る大企画が決定いたしました。その名もバリ島トロピカルツアー。リアクション少ないですね。今、ハワイ、ガムと並んで人気絶好調のビーチリゾートバリ島、そのバリ島で全女メンバーと一緒に思いっきり遊び南国リゾートを満喫しようというのがこの企画でございます。これはですね、ビーチバレーなどゲーム大会ほか盛りだくさんのツアー内容、日程の方がですね、東京ドームが終わりまして12月16日出発の4泊6日でございます。それでですね、座席の方に配りました、配布しました、チラシの方で、ツアー参加希望書に必要事項を記入して、出入口のツアーディスクまでお持ちください。希望の方ですね、そうしますと追って詳しい資料を送付させていただきます。これは協賛になんとガルーダインドネシア航空、主催は株式会社オリエントパシフィックエクスプレス。旅行申し込みお問い合わせはクラブガルーダ、一応電話番号、控えていただけますか。0354744873、0354744873まで。エスニックな香り漂うバリ島トロピカルツアー、皆様の参加を全場レスラースタッフ一同お待ちさせております。よろしくお願いいたします。これが、バリ島のインフォメーションでございます。続きまして、今日はリングの風景がちょっと変わりました。この青コーナー見てください。キリリ、キリリと書いてありますから、ここでキリンのコマーシャルをしたいと思います。キリンオレンジキリリ、アジャコング瀬戸朝香さんのテレビコマーシャルでもうすっかりおなじみのキリンオレンジキリリ、3月発売以来快進撃を続けまして、7月には400万ケース、これはですね 350g 換算で1億本を突破いたしまして国民的な大ヒットとなっております。ありがとうございます。
アジャコングになり変わりまして、そこでですね、今日は1億本突破記念といたしまして前女の、精鋭にですね今日は一気飲みをしていただこうと思いまして、はい、これはあの某団体の真似ではございません。いきます。それでは出場選手紹介いたしましょう。伊藤薫選手、渡辺智子選手、そしてですね、今日ちょっと本日復帰がちょっと後になりましたがバット吉永選手。はい、以上平成元年組3選手で思いっきり息飲みしていただきましょう。で、あのすいません、持ってください。写真撮ってる場合じゃなくて、はい、あ、キリリはね、ちょっと振ってくださいね。いきますよ。まあいいですよ、そんなこと。渡辺さん、はい、いきましょう。それでは、3選手による一気飲みでございます。皆さん、大きなコールをお願いいたします。何やってんの、バット。ダメだよ、フェイントは。はいはい、はい、せーの、はじめ。天然水無着色果汁 30% のすっきりした味わいは喉の渇きをさっと潤す新感覚のオレンジ飲料。早い。キリンオレンジキリリは全国のコンビニエンスストア、有名スーパーで大好評発売中でございます。これからも皆様の応援をよろしくお願いいたします。さあ、飲んだ感想をお願いいたします。キリリ対抗。伊藤薫選手、美味しかったです。はい、あんた口にまだ入ってるよ。あ、むせています。皆さん、キリリはですね美味しいですからゆっくり味わって飲んでください。一気飲みはちょっと危険ですからね。これは鍛え上げたレスラーだけができるゲートでございますので、ゆっくり味わってお願いいたします。以上がキリリのコマーションでございました。どうもありがとうございました。これから後半4試合ございます。もう熱闘の連続でございますので、どうぞお楽しみに。それではまもなく後半戦開始でございます。ありがとうございました。